昨日は3マッチがファイナルゲームまで行く大熱戦となりました野島 T リーグ。キャプテン森さくらを中心に笹尾、麻生、新しい力で勝利を目指します日本生命レッドエルフ対好調塩見、そしてエース加藤で今シーズン3勝目を目指します九州アスティーダの対戦となりました。戦いの舞台は昨日に引き続きまして福井県福井市にあります福井運動公園体育館です。放送席の解説は男子ホープスナショナルチームコーチの小林哲平さん、そして元日本ナショナルチームコーチ渡辺力さん、お二人のダブル解説でお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずアウェーの九州アスティーダの選手が会場に姿をこれから見せるところです。九州アスティーダ選手の入場です。ナンバー1加藤美優、戦いの舞台を九州に移しました背番号1番エースの加藤美優です。ナンバー7全日本学生でシングルス準優勝背番号6番の井出沢京香、そして7番の枝広まどか、背番号12番のこの塩見真希はダブルス絶好調です。そして監督、さあ、そしてパワーのある卓球を見せるか野村萌。チームの指揮を取りますのは川津良はじめ監督です。以上が九州アスティーダ今日のベンチ入りのメンバーです。昨日もたくさんのお客さんが詰めかけましたこの福井の会場、4年ぶりの T リーグの試合。さあ、いよいよホーム日本生命の選手が入場という場面です。昨日はホーム開幕戦でしたが1対3で敗れた日本生命、今日は福井のファンに勝利を届けたいところです。さあ、今選手の入場、いわゆる花道ができまして、これからコートに選手を迎えようとしています。さあ、続いて日本生命レッドエルフ選手の入場です。ナンバーの0森さくら、昨日は世界卓球代表の木原を 3-0 のストレートで破りました背番号0森さくら。ダブルスにシングルスに背番号5番の笹尾飛鳥です。さあ、そして中国からは新しい戦力背番号7番のリ・ジャイ、そして去年急成長背番号8番をつけました麻生レイナです。チームの指揮を取りますのは1990年から日本生命を率います元日本代表女子監督の村上康和総監督です。日本生命対九州アスティーダという対戦になりました今日の一戦です。さて、女子は1チーム増えまして今年から6チームで順位を競います。京都が新しくこの T リーグに加わりました。第1マッチはダブルス3ゲーム、そして第2マッチからはシングルス、決着がつかない場合最終マッチは1ゲームのビクトリーマッチになります。4対0で勝った時には勝ち点4が与えられます。逆にビクトリーマッチで敗れても勝ち点1が与えられることになっています。順位は勝ち点の数で競うということになります。さあ、そして現在の順位表をご覧いただきます。木下アビエルがトップ6連勝、そしてトップ乙女ピンポンズ名古屋、日本ペイントマレッツ、そして日本生命レッドエルフと続いています。今日は4位日本生命と5位九州アスティーダの対戦ということになります。さあ、そして出場選手登録に関する変更がありました。第1マッチダブルスに出場した選手、そのまま第2マッチシングルスにも今年から連続出場が可能ということになりました。さあ、そして注目の今日のオーダーです。ご覧いただきましょう。笹尾麻生のダブルスに対して井出沢塩見、塩見は現在ダブルスは4勝1敗という成績です。さあ、渡辺さん、はい、今日のまず見どころお願いいたします。
そうですね、もうダブルスがやっぱりこう両チーム監督ともですね、はい、やっぱ鍵になるんじゃないかということで、はい、シングルはこれ3つはやっぱな初対戦も多いですからね、はい、なかなかこう読めないところだと思うので、はい、この第一戦があの両チーム監督の勝負というところで、ここはもう間違いないんじゃないでしょうかね、はい、主審が加藤美智子さん、そして副審長谷川和也さんです。小林さんはどういうところが見どころだと思ってらっしゃいますか。はい、もちろん昨日もそうですけど、やっぱダブルス取っているチームというのは勝利確率がとっても高いので、はい、ダブルスまず注目ですし、はい、僕は2番の、森さんと井出沢さんの勝負というのは、はい、またその後半に向けてというところも、はい、鍵になってくるのかなと思います。はい、さあそして日本生命の方は今シーズン3度目のペア、昨日に続いてのペアになりました。画面向こう側に笹尾飛鳥と麻生麗奈、5番が笹尾、そして8番が麻生、このペアです。ともに右右のペアになります。今シーズンがペア3試合目ということになります。そうですね、この笹尾と麻生はやっぱりこの、はい、まあ、村上監督がやっぱちょっとね心配しているのは、はい、やっぱこの塩見と井出沢っていうのはこの異質なんですよね、はい、2人とも異質の攻撃型で、はい、まあ、こういうペアとまず練習するってことがありえないわけですから、はい、ですからまあやっぱりミスをしないというところ一つテーマ で、はい、で逆に九州の川村監督も、はい、自分たちからミスしなければ、はい、こっちにはチャンスがあるんだと、はい、そういう感覚ですよね。だからどちらもこのゲームのキーポイントとしてはやっぱボンミスを減らしていく、はい、まあ、それがこう大きな得点に結びつけてい いけるか、日本生命は向こうはやっぱり失点をなんとか九州は取れるかと、はい、いうところがね、あのお互いポイントになるので、九州アスティーラ、まあ、そこに注目して見ていきたいですね。九州の方は背番号6の井出沢と12番の塩見真希のペアですが、この塩見井出沢は今シーズンは3戦3勝という成績を残しています。さあ第1マッチ、九州アスティーラ井出沢のサーブでゲームが始まりました。まず最初のポイントはしっかりと日本生命のこの笹尾と麻生のペアが取りました。これは今のレシーブは練習の時からね、はい、公式練習の時でもしっかりやってましたからね、はい、スタートから出ましたね。どうなんでしょう、やはりこの井出沢と塩見、先ほど渡辺さんがおっしゃったみたいにこう異質のペアということで、逆に自分たちのこう早くこうしっかりポイントを取ってペースに持っていきたいというところでしょうかね。そうですね、ですからもう戦い方がねまた全然違うんですよ、はい、通常は自分たちから攻めよう攻めようとするんですけれども、はい、今のように台から出してかけさせたのをカウンターした時にラバーの変化っていうのが、はい、あのよく出ますから、はい、粒の倒れ方とかですね、取った方の面で変わりますので、はい、こういうナチュラル変化をうまく利用していきたいっていう考えはありますよね、はい、この辺のやっぱ考え方の違いというのもね注目して見ていただきたいですね。笹尾のサーブです。うん、これは笹尾落ち着いてますね、はい、すみません、ああいうフォアハンド強いの昨日もすごかったですけど、はい、この井出さんの変化のあるバックに対して夢中に打ちに行くと結構ミスしやすいですよね、はいはいはい、あれをちょっと待たれると嫌ですよ ね粒の選手はね。これはお箱ですよ、これ4人が右右ですけども、はい、昨日もね右バックに詰められるという話しましたけど、バックでこうやって伸びるボール、粒のボールってこう順番に変化出てきますから、はい、これは九州ペアのいいパターンだかもしれないですね、はい、そのあたりはちょっと日本生命としてはやりにくいということになります。まあ確かになかなかその練習をするにもそういう相手がいないということももちろんあるかもしれません、はい、うん、3戦ここまで無敗の井出沢と塩見のペアなんですが、ここは第1マッチの第1ゲーム2対5、今リードを許しています。九州ペアとしてはねリスクがあるとしたら、あえてやっぱボール自体はそんなに速くないので、はい、動ききられて打たれるとですね、はい、止めきれないと苦しい、カウンターになれば大きな変化があると、はい、うん、まあ、それに早くなれるっていうことがね一つは大事ですけども、やっぱ先に日本生命側にこうやって打たれていくとですね、はい、どうしても苦しくなりますから、うん、小林さんここまでどういう見立てですか。そうですね、もう本当にお互いの今やろうとしていることをやっているという状況だと思うんですけど、はい、池澤さんの変化に対して、はい、笹尾さんがとってもこう落ち着いて
しっかり自分のボールにして返しているという印象があるので、はい、今のところは日本生命ペアの方が自分たちのペースかなと思います。まあ、本当にこの T リーグは特にダブルス第1マッチが重要と言われています。日本生命2勝2敗ですがダブルスも2勝2敗。井出沙さんも、はい、シムさんもあの石とはいえ、はい、スピードを出すこともできると思うので、はい、ちょっと今ゆっくりのボールが多いので少しスピードを出せるとチェンジオブペースになるかなと思います。ああここも決めました。これで8対3です。これ攻めてって麻生がブロックして、はい、これね行ってるんですよね、スピードのあるボール。 で、ね、でもこれもこれをも打たれてくると、はい、もっとってなりますからね。そうですね。8-3レッドです。こちら側が日本生命、サーブは笹尾、9名ここもしっかりと取っていきます。9対3、安定してますね、はい、してますね2人とも。だからあれをブロックもしくはカウンターして、まあ、得点につなげていくような形にしたいわけですからね、はい、さあ最初にゲームポイント10対3、早くも笹尾と麻生のペアが握っています。第1マッチ塩見のさん、あフォアフォアです。今シーズンはすでに塩見井出沙は3戦3勝を挙げているんですが、ここまでは4対10リードを許しています。ゲームポイントは日本生命。さあここは連続してポイントを取りました。これね本当は流れとしては3点ぐらいのままスッともゴールしておきたいんですよ、はい、ですよね。この2、3点、まあ、勝敗にはおそらく、まあ、日本生命そのままこの第1ゲーム取るとは思いますけども、うん、これ次のゲームということになんとなくこう照準が合ってきちゃうと、はいはい、第1マッチの第1ゲーム11対5で日本生命の笹尾麻生のペアが取りました。ゲームカウントは1対0、まず日本生命がリードです。まあ、確かに渡辺さんおっしゃるように第1マッチの第1ゲーム取りましたが、こう2ポイント取られてしまったというところがこの第2ゲーム以降に、まあ、でも2ポイントで抑えたのでさほど大きな影響はないと思うんですよ。もうちょっと塩見でさの方が自分たちらしい、まあ、先ほど小林さんの間にやっぱりもっとスマッシュが入ってくるとか、はい、守りがしっかりこう前に止まってとか、ちょっとこの2人の良さが何本かもう何本か出てきちゃうと、はい、ちょっとね次のゲームにの影響ってのあるかなと思うんですけど、はい、なんとかまあ2本で抑えたので、はい、ただねこの異質型の選手の試合っていうのはこれはシングルでもよくあるんですけどね、はい、こうあっさりどうしちゃったのっていう試合がよくあるんですよ、はい、11本って短いじゃないですか、はい、もう本当にで次のゲームになったら急にバタバタバタっとこう点数を取り始めるとか、はい、だからこう一概にねあのドライブ選手の試合のような展開とはもう全く、はい、同じではないという感じですよね、はい、ゲーム展開が本当にコロコロ変わるので、だからそこら辺も加味してあの両チームの監督が試合前でとにかくボンミスっていうのが一つ大きなテーマだと、ちょっと九州はねあの打たせる展開を作って取れなかったっていうのはね、うん、第一ゲームもったいなかったですからね、ちょっとやり方を変えていく必要があるでしょう。ペアリング変わって井出沙さんのボールを今度麻生さんなんで、はい、ここの対応がどれだけいけるかというところですね、まあ、卓球の場合は交互ですからね、いわゆる変わりますからね、はい、打つ相手が、そうですね、うん、まず対応ができるかどうか、ああやって今笹尾がいい頑張っていいボールを打てば打つほど変化が強くなるわけですそうですね、そうふわっとこうあんまり変化つけない方がもう次麻生にチャンスが来るんですけど、なるほど、はい、さあここまた2人の息がしっかり合いました。頑張ったですね、はい、2人でよくここもしっかりかけて、はい、これもね塩見がうまい取り方してるんですけどね、はい、ワンゴールです。
逆に今は笹尾がいい打ち方しましたよね、はい、ふわっとチャンスになるようにパチッとここですね、はい、でふわっとナックルで来てるのを気づかずにしっかりかけてしまってオーバーミスっていう、はい、これパートナーが打ったボールをね相手が打ちますからね、はい、ここはあこれはしっかりとフォールにしました。まあですから本当そういう意味ではこう自分が打って相手が返したボールは必ずパートナーが打つわけですからダブルスの場合はですから自分で変化つけたボールはパートナーに行きますから、はい、ここら辺がねこうアウンの呼吸がうまくできてたりとか、はい、するといいんですけれども、さあ今こう小さくガッツポーズを見せました笹生とそして麻生のこのペアというのは今シーズンが3度目、去年は5回ありまして4勝1敗ということになっています。まあ、去年はね日本生命の場合は森永崎という圧倒的なペアがいました。さあここは少しまた流れがどうですか田辺さん。まあもうタイムアウトトントン取った方がいいですよね、はい、ちょっとこのままだと今までの流れとこう日本生命が、まあ、パワーボールで押していった1ゲーム目からそれで点数をしっかり取り、はい、プラス九州のボンミスまでがこう加わってくるとこの1ゲーム目と同じ流れのままいってしまうという可能性がありますからね、はい、何か変えることが必要ですね。レッツフォー、おお切れてる。今のはね表ソフトで出したんですけど分かりにくいサーブでしたね、はいはい、さあここは追い上げてきます。今度は秀沢、うん、さあここはフォールにしました。秀沢さんよく攻めましたね、はい、いやこれも多分サービス麻生は多分回転間違えてるんですよね、はい、横回転入れたからなんとか入りましたけどね浮いてますから塩見もいいコース打ちましたね。さあフォアネットまた1ポイントリードします日本生命ペア。できれば今井出沢さんからすると、はい、本当はフォアハンドじゃなくてバックハンドで処理できると井出沢さんも嫌だったかなと思うんですけど、うん、笹生さんナイスコースでしたね。ああここは大きく上がります。さあ5ボールになりました。先ほど1本目サーブが甘くなって強打されているので、はい、慎重に短く出したところをどう組み立てられるか。まあ、井出沢が3球目ね思い切ってここ行けるといいですね。そうですね、はい、ここはその3球目、うん、こちらが塩見と井出沢のペアです。フリックされることがね一番嫌なんですよ、はい、井出沢からしてみると、はいはいはい、だからあれをこうライジングでふわっといっちゃうどうしてもボールが低い位置から打つから上がりますから、はい、そうじゃなくてちょっと距離感をね変えて待って上から攻めれるといいんですよね。ここはネット、これでまた6オール。第2ゲームはこうした展開が今続いています。連続ポイントというのが日生の3ポイント九州の2ポイントのみというこの第2ゲームです。今笹尾のチキータもネットインしてるけど、はい、よく井出さん、はい、対応しましたよね。本当ですね、うん、それぞれが言葉を交わします。さあここですね、井出沢がレシーブ、この井出沢のレシーブサーブって続きますから、はい、ここが一つポイントですよ、はい、うん、さあ今度は九州アスティーダ1ポイントリードします。このね、7-6ってところまで何本かこう井出さんのボールに麻生がこう打ってミスっていう、はい、要は変化に引っかかってるっていう状態が、はい、あるわけですよ、はい、これがまあスタートの時にね懸念してた、まあ、井出さんのボールに麻生がどれほどの対応力があるかと、はい、まあ、笹生は第一ゲーム動き切ってなんとかものにしましたから、はい、麻生としてもここはなんとか、いいですね、これはいいプレーが出ました。7ゴールです。これはもう2人でうまくつなぎましたね。それはもう麻生がきっかけをうまく作りましたからね、はい、このボールに対して動き切って、はい、
まあ、九州としては麻生のあんま得意じゃないミドルのところをしっかり狙ってそこからチャンス作っていこうとしたと思うんですけどね、はい、さあヒットしました。8対7、1ポイントまたリードします。日本生命ペアです、うん、ここで麻生がよく距離感よく良かったですね、はい、ぐっと下がってバックドライブしましたからね。次の笹尾としては攻めやすいです。またポイントを取っていきます。連続ポイント、これで3連続ポイントを取りました日本生命です。取らないですかね。九州アスティーダタイム、まあ、九州アスティーダ、ね、はい、タイムもちょっとその解説の小林さんの声が聞こえたんですかね。さあここでの九州アスティーダがタイムアウトを取りました。9対7です。あ、そうそう、こっちばっかり、こっちついてストレートに行ったら、まあベンチとしてもね難しいところですよね、はい、ここ4本が井出さんの、ね、レシーブとサーブってところだったんで、でいいラリーで結局日本生命が取りましたからね、はいはい、逆になってるってケースも十分考えれましたからね。さあ一方こちらは日本生命のベンチをご覧いただいています。村上総監督の横にはリジャイ選手の姿も見えます。塩見のやっぱりこう次レシーブに対して の、はい、あの笹尾というところになりますか。どんなサービスでねあの行くか。さあそして手を叩いて送り出しました。戦いの舞台福井運動公園体育館、4年ぶりの T リーグということで今日もたくさんのお客さんが詰めかけています。もう日本生命は戦い方変えれませんから、はい、もう大きい展開作っていくかもしれないですね、はい、短い展開で勝負された時にね、うん、動き止められてバチッと打たれていくのが一番怖いですからね、はい、日本生命はあと1ポイント。お、短く行った。ここも取りました。さあマッチポイントを迎えました。笹尾麻生のペアです。このラリーがね動き切れてますね、はい、いいですね。麻生、ねうん、はやっぱりこううまく距離感を取って両ハンドドライブして、笹尾はしっかりフォアハンドでね打ってますから変化に引っかかんない。3球目10対8、1ポイントを返していきます。タオルを取りました。このマッチポイント取りますと日本生命第1セット第1マッチを取るということになります。先ほど笹さんのチキータバックフリックというのがうまくいっているので、はい、短いサーブに対してはそれで内角出てきたらフォアハンドでという待ち方だと思います ね、 ね。あ、ここは2球目でしっかりポイントを取りました。11対8第1マッチ2対0で日本生命の笹尾麻生が勝利しました。ここでね塩見が短いか長いかの2択じゃなくて、そうですよね、ハーフロングにね下回転を行ってガツッと切ってね、で笹尾はそうしたらチキータに行こうとするわけですよ、でもちょっと長めでふわってところをもう井出さんに上から攻めてくれと、で麻生が繋いだところをもう一回自分が攻めてくるぐらいの感じで行ったらまた面白かったと思うんですけども、はい、つい2択になっちゃうんですよね、はい、で、もう笹尾の判断もめちゃくちゃ良かったです、はい、もう小林さん言ったみたいに短かったらチキータ、長かったらフォアで行くっていうのをもう2択でしっかり待ってて、はい、それもストレートやられちゃうともう、 そうですね、もうそれをね井出さんに綺麗にカウンターしてくれってちょっと難しいけど、ちょっと今日は動き切られたのと、はい、ね、後半があのラリーをものにした日本生命が今日強かったですね。ダブルスそれぞれがまあやはりこうダブルスにこうかなりこう重要というかポイントを置いているわけですけれども、ちょっと逆に九州アスティーダとしてはこの展開は少しこう苦しい展開になりますよね。そうですね、ただこれ2番でこれから始まる森井出沙は、はい、つい先日の国体では井出沙勝ってるんですよね、はい、
ですからその面もあってここにぶつけに来たという狙いはあると思うんですよ、はい、ですから、まあ、森は逆にねちょっと緊張してますって言ってましたから、はい、それが、ね、ありますから、うん、主審は長谷川和也さん、そして副審は柴田幸寛さんです。まあ、栃木国体も行われまして、やはりこう近々の対戦というと T リーグの前にその栃木国体があったわけで、やはりどうですか渡辺さん、この選手というのはそれぞれの一番こう近い対戦というのはかなりこう残っているもんですか。そうですね、残ってます。やっぱりこう、はい、ですから対策も立てやすいというのはあると思うんですけども、はい、ね、どんな感じになるのかっていうのは、まあ、昨日のあの森のまあミスの少ない、はいはい、もうあのドライブの攻めとあと守りもしつこかったですよね、はい、うん、相手木原がミスするまでずっと打ち続けるというかねブロックにカウンターにと、で緩めたらあのスーパードライブ飛んできますからね、これが、はい、あのもうとにかく木原が仕掛けて仕掛けて仕掛けてきたんですが、そこをしっかりと攻めてきましたね、さすがというね、はい、リデサーもね、まあ、全日本学生で優勝するかなと思ったんですけどね、残念ながら決勝でね、はい、逆転負けして2位となりましたけれども、はい、やっぱこうより攻撃力をと変化だけじゃなくてっていうところはずっと取り組んでたようなので、はい、まあ、徐々にこう実を結んでまたこう上向きになってきてると思うんですよね。そうじゃなきゃその国体でなかなかね、はい、森に勝つっていうのは、そうこの質型で、あ、なかなか難しいことですからね、はい、そういう意味でもね、はい、ちょっと国体は見れなかったですから、こう今日はここでね、はい、その再戦ということで楽しみですね、 ですね、はい、うん、日本生命のキャプテン背番号0の森さくら、昨日は木原を3対0ストレートで破っています。井出沢強化は滋賀で行われました10月23日全日本学生はシングルス準優勝、そして栃木の国体で顔が合っています。まず最初のポイントは森です。渡辺さんのお話にもありました、だからこそこう対策が、まあ、立てやすいというところもあるでしょう。専修大学に在学しています井出沢強化、去年から名古屋から九州に戦いの舞台を移しています。ワンツー、さあ渡辺さん、こう昨日の木原との試合をこう 3-0 で勝利した森ですが、序盤この認知というところまではいかがですか、森のこうプレーぶりというのは。うん、まあ、あの昨日ね木原もバック側に表ソフト張ってますから、はい、そういう質型でやってますのでね、あの試合ゲームラリーのテンポとか、はい、そういうのはあのもうそれも同じこのコートでやるわけですから、はい、そういう部分ではすごく森がいい形を取れてますよね。いや、フワさん、こう森攻めてますよね。そうですね、あの森さんやっぱりこう自分の時間を作るのがすごく上手で、自分の時間、はい、こうボールが来るまでの時間をですね、はい、自分のタイミングにああいう風に溜めてとかっていうのを作れるのが、はい、とてもあの異質の人にしたら、はい、慌てて打ってもらえなくてボンミスが出しにくいっていうところがあるので、はい、逆に井出沢さんからするとちょっとリスクを負ってでも一回攻めてですね、はい、相手の時間を奪ってから変化をつけるという形がいいかと思いますね。4ポイント連続して森が取っています。そして今5ポイント連続になりました、6対1。井出沢はダブルスシングルスと連続出場です。そうですね、ちょっと相手早いテンポで、はい、うん、ただなかなかね森がずっと打ち続けてくるから、はい、前後にやっても打ち続けてくる、なかなかねそれがね難しいんですよね。これツッツキとかをたくさんしてくれる人だと、はい、井出沢がね回り込んで打ったりとか変化をつけたり、うん、プッシュがあったりとか、はいはい、いろいろな技が本当は出てくるんですけど、単調なラリーにさせられてるんですよね今、うん、ただこの変化のボール打ち続けるっていうのはかなり力がね技術がないとできないことなの で、はい、で今このちょっとこう2本がネットインだったりとかいろいろそういうのでね、あの井出沢取れましたから、はい、うん、ですよね、今みたいにちょっと打っていくの、はい、スコアが離されなければですね、
余裕っていうのも徐々になくなってくるんですよ。これはね、あのポイントゲームの、あのメンタルが出てくる部分で、離されるとね、そのいいプレーにどんどん拍車をかけて良くなっていくっていうのは、打ってる選手には出てくるんですよね。こうなるわけですよ。そうですね。エネルギーを与えてしまうということですね。はい。いかにこう入れ沢としてはそのいわゆるこう森の時間を与えないかと。はい、ただこうやって力強いと、はい、ああやって止めざるを得なくなっちゃうんですよね。しかも今なんか深いから、はい、もうちょっとボ、20センチ浅ければね、ハーフボ、ハーフボレーで行くっていうのってのあるんですよ。必要になってくるのはね、やっぱね、ちょっと回り込みとか、そうですね、バックサイドで絶対足動き止められますから、はい、アウト来た。そうですね、うん、竹がかかってますね。あんな今もう体に直でボールが飛んでってますからね、はい、このオーバーミスはここから回り込んでボーンとこう直でね、うん、さあこれで9対5そうね、一回ツッツキレシーブ入ると、はいはい、プッシュが入ってハーフボールでストレートへ動かしにと、うん、いうことで森を動かすっていう体勢になれるんですけど、ね、はい、いい、さあここは井出沢も追い上げます。2ポイント差。バック長くるサーブがと思うので、はいはい、それを緩く返すと強くかけられますね。さあ森の方がゲームポイントを迎えましたって思うときに森さんってミドルに出しますよね。だからそれで、あの昨日のケンさんボンミス誘うわけですよ、ですよね、あれは。ああいうところ、うまいな。今の計算通りですね、ちょっとナックル性で出して、そう、1本目が今の予定だと思ったんですよ。でそしたらもうミドルに出すっていう。第2マッチの第1ゲーム、ここは11対7で日本生命森さくらが取りました。ゲームカウント1対0、まず日本生命がリードです。だから好調な選手っていうのは昨日も話題の中に結構出ましたけど、日本のサービスを持ったとかレシーブの時に何をどっち1本目に何をするっていうことが結構話題になるじゃないですかね、はい、解説も。でそういう時に今の森のように、じゃあこの重要な9-7の1本目っていうところで、じゃあそのミドルを先に選択して、で失点させちゃうわけですよ、サービスエースを。で一番得意なね、大きくバックへ詰まらせといてってなる、そこもう一回井出沢が回り込むとか、はい、何か仕掛けるっていうのはかなりハードルが上がるわけですよね、これで。そこの差つけた方が。一方こちらは九州アスティーダのベンチをご覧いただいています。塩見、そして枝広、河津田監督。じゃあね、まだね、でも本当井出沢らしい反転とかも出せずに、はい、まあ、森が出させてないんですけどね、はい、大きい展開もうほぼ9割それでいってますから、井出沢の良さをそうするとこう森が封じてると、まあ、完全に封じてますよね、はい、組み立てでもそうですし、パワーボール打ち続けてるっていうのもそうですし、ただそれでじゃあやられますっていう井出沢じゃ困っちゃうわけですよ、はいはいはい、ここでやっぱり反転プレー回り込み前後、うん、何か欲しいですね、はい。さあ第2マッチの第2ゲームが始まります。こちら側が井出沢強化です。まず最初のポイントは日本生命の森さくら。ああいうのがね、点数になっていくのかどうかっていうの、はい、昨日もね、はい、ずっと話題になっても仕掛けた時、はい、前後ワンオー、これでワンオールです。いいですね、しゃがみ込みサービスをチキータさせて、まあ、森からしてみればハーフボレー来てもいいように準備したんでしょうね、はい、ワンツー。井出沢は今シーズンはダブルスでは3試合3勝0敗なんですが、シングルスは今シーズンは初めての出場になります。一方の森の方はシングルス2勝、昨シーズン11勝を挙げたダブルスではまだ今シーズン出番がありません。いつまで打ちました。井出沢さんフォア前ちっちゃく出してプッシュしたりとかの方はどうですか。
いや、これをそれをもうフォア前絶対行かなきゃダメですよね。ですよね。今あのバックかけられるのよりもこれ行くんじゃない。ほら、こうやってね。あ、そうですよね。そうそうそう。これで弱をもう一回やっといてとか。これしないときついですよね。スリーオールです。さあ、この第2ゲームでそういったこう自分の展開だ、今ずっとバックのしゃがみ込みだったりとかフォアのこうやってしゃがみ込みで散らして前後、はい、これ使うことによってまたミドルが効いてきますからね、はいはいはい、両サイド待つんで選手は。おさあ、ここはしっかりと井出沢が勝ち越しました。これで4対3。頭が回るとね、こうやって次の相手のやり方も見えてきて、でそれが点数につながったと。ここで連続得点ね、井出沢欲しい、させない森ですからしっかりこう森がねそこを止めてるわけですね。いや、このロングサーブもちょっと緩めに出してるんですよ、はい、これちょっと浅いじゃないですか、ロングの割に。そうすると井出沢がぐっと力入れなきゃいけないからストレートが開くと。しっかりこれはうまいですね。さあ、ただ数字としては今5対4拮抗しています。井出沢が1ポイントリード。いいですね。いいですよね。フォア前に寄せてからっていう展開いいですよね。さあ、ここは井出沢の方が2ポイント引き離しました。このゲームでの2ポイント差は初めてということになります。さあ、でミドルから始まって森にループをさせたボールがああやって止まってくると異質の効果っていうのが非常に出てくるわけですね、はい。さあ、ここは井出沢が流れを持っていくことができるか。力技できましたね、はい、この森の渡辺さん、力に対してはどうですか、この井出沢というのは。いや、力来た方がいいんですけども、はい、その変則の用具の変化を上回る切れ味っていうのが力技という意味で、はい、そのドライブにしてもそうですよね、はい、もう変化すらもさせないという。これ反転してるんですよ今。本当ですね、はい、反転してるんですよね、途中でラバーの色変わったの。ここカメラさん、ぜひ反対側のスローで見たかったんですけどもうこれこういうことですね、はい、赤い方が表ソフトですから、まあ、そこが大きな井出沢の一つの特徴でもあります。さあ、8対5。あ、うまくね、失点を要所要所で取ってきますよね、はい、サーブだったり今ツッツキもフォアに持ってってここで1本目森が何選択するかが楽しみです。サーブ変えた。おお、ここはしっかりと井出沢取ります。9対6。ナノラリーの中であそこまでね、井出沢が粘って、はい、で動かしてちょっと浅くなったとこうやって叩くと、ここまではもう井出沢の必修科目みたいなもんですよ、ね、これを落としちゃうと落第しちゃいますから、はい、あ、しかし森の方も粘っています。さあ、ね、森さんはああいう1点必ず取れます ね、 ね、このもう1本取られるとね、4点差でね、はい、おはま読んだ。いやー、いい攻めてったね。たくさんの子どもたちも今日は見つめています。冒頭のリキさんがおっしゃってたように、はい、あの前後ですごく小さいのを使いながらうまく崩してますね、井出沢さんは。そこから変わりましたよね、あそこ 4-3 のところからは。あ、うん、さあ、ゲームポイントを迎えています井出沢。また判定していきましたね、判定というかそのサーブ出してそのままね、はい、表ソフトでバックアウトを狙いに行ったのを。でさっき話してたようにこのままゴールさせないところが森のしつこいというか、はい、うん、簡単にはゲーム取らせてくれないですよね。2ポイント差です。10対8。ここはしっかりと取っていきました。第2マッチ第2ゲームは11対8で九州アスティーダ井出沢強化が取りました。ゲームカウントは1対1です。九州アスティーダ井出沢強化選手が取りました。
いやこれ、大きく展開が井出沢の方に移る可能性もあるんですよね、はい、これなんでかというと森は悪くないんですよ、はい、やることやっててそれに対して第1ゲームは井出沢にあんまり対応させなかったと、はい、でも第2ゲームはやってるけども井出沢もちょっとがチェンジしていくことによって森も やるべきことをしっかりやってる、でも井出沢が対応してきて最後得点のチャンスまで井出沢が作ったりとか得点につなげちゃうとか、はいはい、こういうケースが多くなってきたじゃないですか、はい、そうすると森はさらにやることプラスしなきゃいけないので、はい、今度無理っていうのが出てくる可能性があるんですね、はい、でさっきの話ダブルさんも話してたように無理してくれると一室の選手っていうのは嬉しいわけですよ、カットとか質とかっていう選手はね、だからまあまだそれでもね森は2段構え3段構えで戦術持ってますから、はい、今2ゲーム目はあの森さんのフォア側に送られたボールが意外と井出沢さんの点数になってたんですよ、はい、そこも多分修正してくると思うので、はい、だからそこでね点数取れたら分かんないよ ね、はい、そ, うですね、その修正をさらに井出沢上回るとそうするともうそのままっていうありますよね、反転プレーも出たじゃないですか、出てきました、あれねずっと潰れたも出さないまま引き出しにしまってたらね、はい、どうかなと思ったけど、うん、まあ、それぞれがそれぞれの持ち味を出し始めています。まあですから第2マッチのこの第3ゲーム重要になってきます。さあ小林さん、ですからこの第3ゲーム本当重要になりますね。そうですね、お互いの手の内を見せたところからという勝負ですね、はい、うん、森が2ポイントを連続して取りました。ところ打つからね、はい、これねもう今日練習の時もすごくいいボール打ってたんですよ、動きもよかった、はい、村上監督がやっぱトレーニングよく頑張ってると。なるほど、トレーニングを、はい、だからそうそうじゃブレないよと、はい、ドライブってのどういう話をされてましたからね、うん、さあここは3対1スリーバン、また森が2ポイントリードです。こういうバックで攻められたボールのミスが2ゲーム目は少なかったんですよね、はい、あそこはなんとかしておきたいところですね、ね、慣れたかなと思ったんですけどね、はい、やっぱまだまだ、はい、うん、入れ沢としたら何としてでも点数だけは離されたくない、はいはい、あのボールにプラスアルファ森出てきますからね、はい、リードすると確かにリード広げるともう本当にさっき1ゲーム良かったあの間、森の間で打たれたボールは、うんうん、はい、さあ竹谷コーチとそして村上監督が今手を叩きました。4対2、まあ、とにかく最初のスタートのロングスターもそうですけどナックルス系でね、はい、あんまり変化つけさせないボールを狙うっていうのが一つ森の中にサービスのテーマとありますね、はい、3球目5対2になります。さあ、まあ、ちょっと3ポイントですから。そうですね、はい、井出沢としてはこれ以上離されたくはありません。ファイトリー、質の選手独特ですよね、はい、ああいう守っててふっとネットが入ったりエッジが来るっていうのが、うん、そうですね、サービスだね、はいはい、サービスで、まあ、レシーブは2本中1本取れると、はい、次の自分のサーブで2本取れることができれば、はい、ここを追いつけるので、この1本大きいですね。大きいですね、今も狙われるんじゃないかなって、はい、と思ったけど、はい、思いましたけど、ここがちょっとうまい具合に浅く入って、ちょっとね距離感が違いましたね、はい、さあこれで2ポイントの差。おー素晴らしい、ナイスプレー、すごいスーパープレーが出ました。井出沢これで6対5。これを森がここもう一回返すから、はい、このスーパープレーが生まれるんですよね。そうですね、もう主演女優賞ってところなんですけども、なるほど、はい、主演賞は井出沢ですけど今のプレーに関してはですね、はい、渡辺五六が今日も出ました。さあ6対5、そして7対5。
振りかぶられるとね、はい、どうしても、うん、厳しいからもうちょっと高さを出さないようにサーブがちょっと甘くなったかもしれないですね。そうですね。ミドルは、ね、厳しいですね。ですからこの辺りなかなか小出さんは詰めるんですけど、結局そこからこう勝ち越せないということです ね、 ですね。距離感変えたいんですよ、はい、森が大きく待ってるところを。ここもまた小さくガッツポーズ。9対5、まあ、この辺の2本の取り方がちょっと今のところ森が本当にうまいなと、はい、さあ森9対5あと2ポイントとします。さあここもゲームポイント取りました森さくらです。これも反転してしてましたね、はい、ここで、はい、そうですね、でこの弾きに行ってね、先制第2マッチの第3ゲームになっています。しっかり取りました。第2マッチの第3ゲームは11対6で日本生命森さくらが取りました。ゲームカウントは2対1、日本生命がリードしています。出沢さんは今バックサイド角に近いところから常にサーブを出してプレーしてたんですけど、はいはい、2ゲーム目はちょっと真ん中あたりからやってたんです、はい、で角に立つと、はい、バックドライブをされたボールに対してこうちょっと詰まらされてる状態、はい、ちょっと真ん中に立つと、はい、詰まりそうなボールが、はい、サイドスピンでカットをしたボールがずっと入ってたんですよ、はい、2ゲーム目がそれが今ほとんどなかったので、はい、立ち位置もちょっと意識してポジショニングを修正するとまた相手さんもこう止まるようになってくると思うんですけど、そのあたりは今こうベンチでの当然こう修正の中でもこう指示されているのかもしれませんが、どうなんですか、そこでこうまた第4ゲーム動けるものなのかどうかというのは、はい、まあ、同じ、ね、フォア異質型の塩見がですね、はい、あの中心にいろいろこうやってるんでよくこう気持ちが分かると思うんですよね、はい、だどういう風な待ち方、狙い方した方がいいっていうのはもう、はい、話されてると思うんですけども、ただなかなかね、選手同士なんで、はい、サーブの立ち位置を変えるとかこうした方がこういうところっていうのはあんまり選手同士からのアドバイス出てこないところなんですよ。なるほど。やり方を変えるっていうのはやっぱりなかなか指導者とかコーチじゃないと、はい、あの選手指示しづらいですところですからね、はい、さあ、まあ、そのあたりがねどうかってところですね、はい、さあ第2マッチの第4ゲームが始まります。森が取りますとこの第2マッチも日本生命勝利ということになります。お、でも変えましたね、いきなりね、はい、これですね、これですね、うん、これ今ですね、あのカットになるんですよ、あの立ち位置なら、はい、さあここは井出さんもしっかりとこれは意識して変えてきました。うん、もうここは井出さんが先に2ポイントを連続して取ります。あえて森のミドルとかこうやっていくとですね、はい、これもそうですね、もう一回ミドルいくと、うんうんうん、やっぱり力入ってぐんと個線ができるんですよ、はい、力入るとそれは狙いやすいはずなんで、はい、これは大変ですね。これは大変ですよね。もうラケットよく当たったっていうぐらい、はいはい、振りかぶってます、はい、早いです。これスローですか今のっていうぐらい、はいね、うん、いやしかし何かこう本当森がこの後こう躍動感といいますかね、はい、ここ一気にいますね、はい、ここも細かい、いかせないんですよね、これもでこれネットしてもう、はい、多分動けて打ててましたね、そうですね、今のねピョンって弾んでたと思います。さあ2対2になります。まあですからちょっと2ポイント先に取られた時にはここは井出沢の流れなのかなと思ったんですが、ここはよくね、さすがですね、はい、まあ、とはいえ今サービスを持ったら全部井出沢取れてますからね、はい、ここがまた変わる可能性があるところですかね、はい、と言ったらミスしましたけど今いいですよね、いいですね、ポジティブなミスですよね、そうですね、はい、
さあ3オールになります。タオルを取りました秀澤です。ただ森がやっぱりこう攻めやすい形サービスは取ってきますからね、はい、秀澤やっぱり自分がサーブの時は今のようにやっていくのいいですよ。そうですね、フォア側に回すのもいいですね。しっかり秀澤が取りました。これで秀澤1ポイントリード。これね、森は切り替えがすごくうまいからここやった後もバックにもし行ってたら、はい、一発食らってる可能性があるんですよ、はいはい、でそこら辺をもう秀澤もだからキンキンに試合してるんで分かってるんですよね。であそこのフォアとか今ミドルを一緒にやばね、バック攻めていく方が不利になるっていうのもね、はい、本当はバック側攻めてって詰まらせたいんですけど異質型の選手は、はいはいはい、うん、うまい、いい形で決まりました。これなんか今シーズン初めての小林さん本当シングルスと思えないですね。はい、本当素晴らしいプレーですね。はい、もうよくあのストレートで取りましたね。ここは3-7、その前のこのちょっとカット気味のブロックがサイドスピンの、はい、これですね、うん、これが次をこう個線を強くさせて上から叩けるという状況を作れてますよね。そうですね、バックが逃げるから、ね、ただ弱点は今の浅くなるってところですね、ですね、サイドを入れることによって踏み込まれると、そう、これをまたね、あの浅いと取りにくいって言ってくれる選手もいるんですけど、はいはいはい、森がそのさっきから躍動感がビョンビョン動けてるじゃないですか。そうですね、うん、おお、なんかね、取りますね、はい、森が、ほら、ここカットバックループ、もうここ来ると森のお箱という感じですよね。5-7、いやボンミスがとにかくないんで、はい、こう見てても、はい、もうなんかもうねこっちも手に汗握るような感じで、はい、回転させてもらってますけども、そうですね、まあですからスタンドで見てらっしゃる方は本当手に汗握るという感じになるでしょう。もうしっかりと森、これで3連続ポイントです。その前に出沢が4ポイント連続取りましたんでね、はい、またここは森が取っていきます。本当森さん、この時間がある時はもうほとんどミスないんで、はい、この時に頑張って出沢さんもフォアに回せるといいかとは思うんですけど、はい、まあでも球の質が高いんで、はい、なかなか簡単には回せないんで厳しいですけど、いやだからあそこでねループになって打点を落とした時はもうスピード来ないから、はい、もうそれね回り込んだ方がいいんですよ本当は。そうですね、反転はねちょっとどうなんか、でも出沢だったらできそうですけども、はい、でもそれ叩かなかったら、はい、次は必ず攻めてきますからね。そうですね。さあそのタイムアウト、今こちらは竹谷コーチとそして村上監督、まあ、九州ねこのまま逃げ切りたかったですけど、はい、これがだから森のしつこさですよね、はい、特別なことはやってないですよ、はい、ただ毎球特別ですよね、特別のように見えますよしっかり粘ってってでこうじわじわとこう苦しめてって、はい、1点差まで追いついていたと、はい、先ほどの力さんからの森さんのフィジカルのお話がありましたけど、はい、もう本当に足大きく開いてもあれだけ動けるっていうフィジカルの強さは素晴らしいですよね、はい、そうですね。そうすると大体ミドルっていうのがやっぱり一つ穴が出てきたりするんですけど、うん、そのミドルを全部うまく取ってるじゃないですか、はい、3歳からラケットを握っているというこの森、小学校2年ですでに全日本バンビの部で優勝しています。チームを盛り上げるムードメーカーでもありますキャプテンの森。これは大きいサービスですよ。8-6です。まあ、森としたらフォア側にね山張ってたと思うんですよね、フォア前は意外性のミドルへのねサービスでしたね。さあこれで3ポイント離しました出沢です。よく出沢もね回り込みましたよね、はい、いやでも森さん返してきますねこれ、はい、本当にすごい。
連続回り込みでレシーブ来ましたね。さあこれでまた2ポイント差を縮めます。これはあかん、はい、このここのナインセブンでもうあそこを読んでる、半分は読んでると思うんですよね、はい、でだったらフリック行ってほしかったなと思うんですけど、はい、それは井出さんがさっきがこの感じからタイムアウト明けミドル行ったじゃないですか、はいはいはい、なるほどなるほど、これですね、おお決めました。第2マッチの第4ゲーム11対7、はい、九州アスティーダの井出沢が取りました。ゲームカウント2対2です。最後もこのちょっとこうサイドスピン出てるのがこれですね、だんだんね、はい、森のこの18番のバックストレートのね、はいはい、厳しいボールに対しても手が届くようになって最後は振ってますからね、はい、点数になった時は返すだけじゃなくて、やっぱこれなんでそういうことが生まれてくるかってことをいくと、やっぱりタイムアウト明けでちょっと弱気になってたのをこう切り替えてレシーブになっても回り込みで行ったりとか、はいはい、フォアを打つようになってくるでしょ、はい、そうすると守備から入ってないんですよ、気持ちも、はい、プレーも、はい、それで打つ、じゃあ狙われた時も今度打つ、うん、やっぱこのリズムになってくると森はどうしても自分の粘りを生かすのにシューズ1足分2足分ぐらいこうやって下がっていかないと厳しくなるわけですよ、はい、そうすると横の動きも当然広くなりますよね、はい、台から下がるから、はい、そうすることによってじゃあそこから来るボールは井出さんにとってちょっとチャンスが生まれるという、今相乗効果でいいところが出て、まあ間ね、森にとってアナキなのはちょっと井出さん途中ネットインがあったりとかはしてるんですけど、取ってるからねなかなか目立たないけど森全部取ってるんですよね、そうですね、はい、さあ第2マッチの第5ゲームは6オールから始まります。渡辺さん、この最終ゲームは6オールから始まるんですけれども、このあたりというのは両者のこのタイプの影響というのはありますか、森と井出さんは。もちろんもうどのタイプの選手でも、はい、選択っていうのはこうかなりね、はい、重要なポイントになりますから、はい、まずそこはしっかりと森が取りました。これでもう6-6からのスタートですので7-6ということになります。ここもしっかり最後強気で決めていきました、ね、同じフォアバックストレートからのボールでも今度は回り込んでいくじゃないですか、はい、これがだからギアを上げるってところです、うん、さっきだったらバックスでストレート行ってるわけですよね、ラリーをしに行ってる、同じボールも決めに行くと、うん、いや今あわよくばフォアから次回り込もうとしてましたよね、はい、厳しすぎたんでバック使いましたけど、はい、ここの後ですね、行こうとしたけど、あ、ちょっと厳しいからやめてたらもうそこ見逃さなかったですね、井出さんがね。さあ8対7、おーうまい、これね同じパターン結構ありますよね、徐々に出てきて1本目のミドルの、効果高いですよね、分かっててもちょっと甘くなってっていう、でちゃんとここでこれ選択したじゃないですか、そうですね、で8オール、うん、これは井出さんも賢いですよ、おお、さあこれ上回転いった、森が1ポイントリード、いやーこれ心理戦ですね、うん、同じか前から一歩も出してない上です、あ今読んでましたね、でもマッチポイントを握りました森さくら日本生命、6オールからサーブエース3本ですからね、はい、さあここでポイントを取りますと第2マッチ日本生命勝利ということになります。勝ちました、両手を上げた、あー吠えた、第2マッチ3対2、日本生命森さくらが勝利しました。いやー今のなんかこう最後のこう表現にその全てが渡辺さんなんかこう現れているような、そうですね、やっぱかなり我慢を強いられた戦いだったから、はい、そのもう勝った安堵感というか、はい、
いやかなりやっぱサービスエース取っても全然こうなんですかね、あの自分の感情を出さずに、はい、もうずっとこうよく考えてるなと我慢し続けたと思うんですよね、はい、うん、そういう意味では頭脳の勝利もあったんで、はい、喜びもその分ちょっと3倍ぐらいになってたんでしょうかね。サーブは第1球目攻撃だって言いますけど、はい、本当にもうさっきリクさんがギアを上げていくっていう、はい、お話ありましたけど、そんな感じでしたね。もうサーブから取りに行くっていう、いや今日は本当に福井運動公園体育館4年ぶりの T リーグ開催なんですが、いや渡辺さん、これだけの熱戦見せられると本当にこう今日卓球ファンの皆さんというのはね、いや今日来てよかったなという感じがあるかもしれません。すごいラリーですからね、はい、今の試合なんていうのは、あの昨日もそうなんですけど、本当にこうラリーの応酬というのがこの福井では展開されました。まあ、やっぱりこの中継を見ていただいている方とか、はいはい、生で見ていられる方もそうですけども、やっぱ卓球はラリーじゃないですか、やっぱり、はい、ラリーが続くってことはお互いボーミスしてないし、はい、先ほどね、あの井出さん森と今日言いましたけど、あのいいプレーは相手がそれをもう一本返してくれるから生まれるわけで、はいはい、そうですね、ね、これは本当にハイレベルな戦いがね、ずっと続いてますよね。相手がその術中にはまってこう返せないともそこで終わってしまうわけですからね、はい。さあそれでは今日は第1マッチ第2マッチともに日本生命レッドエルフが取りました。今日の前半のハイライトです。第1マッチは2対0で笹尾麻生のペアが取りました。渡辺さん、この第1マッチの勝利のポイントどこにあるでしょうか。そうですね、まあ、これはあの笹尾と麻生がやっぱり自分の距離感で、はい、あのまあ、得意技の力技のボールですね、はい、これがあのずっと最後まで出し切れたっていうのが一つ大きくて、はい、まあ、勝負どころは第2ゲームのセブンオール以降ですね、はい、そこからはもう九州が取ってもおかしくなかったんです、うん、この第2ゲームは、はい、ただこの長いラリーを全部日生が取りましたよね、はい、これがまあよく鍛えられてるなと感じた素晴らしい日生ペアの勝利でしたね。まあ、確かに7対7からこうその勝利のこうポイントになるべきような、ね、ところはもうしっかりとこう日本生命がものにしました。そして第2マッチは本当に激闘だったんですが、3対2で森が井出さんに対して勝利をしました。小林さん、ここは勝利のポイントというのはどこになりますか。そうですね、本当森さん我慢我慢で、あの、はい、目立たなかったんですけど、本当ネットインと結構多かったんで、はい、それでもミスがないっていうのは森さん素晴らしかったですね、はい。まあ、確かにこうそれぞれのこうタイプが、ね、全く違うだけに、はいはい、このプレーなんか井出さん素晴らしかったですよね、はい、そこが、まあ、ですからこう井出さんのいわゆるこうプレー、そして森がしっかりとこう粘りというところで、うん、まあ、動き入れたというのは一つ、ね、はい、大きな勝因ですし、はい、まあ、そしてこの今の場面はこれ第4ゲームなんですけれども、はい、ここもゲームを取りました。そしてここが最後のシーン、10対8からのラストシーンでした。いや、ですからまあどうでしょう、こう日本生命としても昨日は木下とのまあ試合に敗れている、今日はこう勝つというこう部分でいくと、やはりこう最初のね第1マッチ第2マッチを小林さん取ったのは大きいですよね。そうですね、いい流れに今なっていると思いますね。さあ、そして渡辺さん、この後は笹尾とまあ加藤の試合も始まるということになりますが、さあここでちょっともう一度今シーズンの概要をお伝えしましょう。9月の10日から始まりまして、もう間もなく2ヶ月ですが、来年の2月の26日まで女子は6チーム20試合を戦います。ファイナルは3月25日か26日に女子予定ということになっております。その前にはセミファイナルも行われます。いやー、ですから6チームに増えましたこの女子なんですけれども、渡辺さん、はい、やはりこう6チームになって、まあ、また去年おととしと戦い方も変わってきますよね。そうですね、まあ、本当に前半がね、はい、もう大体こう終了しているというチームもありますけれども、はい、うん、本当に
セミファイナル、ファイナルと女子はありますけれども、はい、どこが上がるかっていうのは予想しにくいですよね。まあ、今のところね、昨日勝ったあの木下アビエルがすごく6連勝とね、はいはい、でもただあの開幕戦では日本生命にね、あの4立て食らってるわけですから。そうなんですよね、はい、でそこからの6連勝でね、はい、でこうなかなかねトップ選手を集めているところもですね、はい、あの選手のスケジュールもかなり忙しいので、はい、この選手をうまくこの日程に合わせて調整できるかっていうことも一つチームの課題、マネジメントとしてもね、はい、ありますしね。まあ、そういった意味では小林さん、あの九州アスティーダの方は韓国のシン・ユビン選手、それからドイツのニーナ・ミッテルハム選手、契約はしているんですが、はい、まだこう来日していないということで、はい、いや来ますよ。あ、そうです。私が掴んでる情報だと来ます。そうですか、はい、はい、ということは九州はそこまでなんとかこう踏ん張って、はい、はい、まあ、掴んでる情報といっても、はい、あの直接監督から聞いただけなんですけど、来ますと。ということは、はい、なんとかも今もあの頑張って持ちこたえますから、はい、いやいや、それがもうね、本当にこう育成というか、なんか今、ファンの皆さんもきっと九州のファンの皆さん、渡辺さんのその言葉聞いて、そっか、いよいよ来るか、もうちょっとだなっていう、ね、ね、いやだからもしかしたら中継見られてるけど、あれ、来たんじゃないのと思ってますけど、これ、はい、加藤選手がね、ちょっと金髪になっただけですからね。今日はちょっと、はい、そこであのテンション上げて、はいはい、そうですね、はい、あれっていう、はい、いろんな菌がありますね、はい、ママでも菌とかいろんな菌がありますが、髪でも菌、そうですね、はい、さあ第3マッチは主審柴田幸弘さん、そして副審は加藤美智子さんです。まあ、ただどうなんでしょうかね、こうチームのキャプテンとしてもそういった意味ではこの加藤選手、ここまでこう期するところといいますかね、やはりこう髪の色も変えたということは、やはりこう心理的にも小林さんね、そうですね、はいはい、意気込みが、はい、いや強いですよね、はい、あのプレーも安定してますからね、はい、だからここ結構試合としては楽しみなところですよね、はい、笹尾も結構このガッツを 前面に出して戦っていきますから、はい、で加藤はもう本当しつこいわけですよ、はい、プレーとしては。笹尾がどうね、その笹尾もバック側に表ソフトを張ってて異質攻撃型なのでね、はい、その動き切れるその足をうまくバック側を生かして戦えると面白いなと思いますしね、はい、この加藤の方はもう変二遊太っていうね、逆チキータの技もありますし、はい、サーブもね多彩ですね、しゃがみ込みもあったり、はい、巻き込みもアップダウンありますから、ラリーのしつこさはもうかなりトップレベルですよね。世界卓球にももちろん2度出場の経験があります。今シーズンはシングルス7試合を出場しまして3勝4敗です。一方の笹尾の方はシングルスは昨日イ・ウンヘに2対3で敗れています。今シーズンがシングルス3戦目ということになります。加藤さんのバックハンドの質は本当に高いので、そこにも注目ですね、はい、その加藤美優です。去年までは日本ペイントマレッツのエースとして活躍していました。今年戦いの舞台を九州福岡に移しました。まあ、来年はね鹿児島その国体も、はい、加藤選手は鹿児島から出るということで、まあ、今年から新しくいわゆる選手のランクを星の数1から5、5時が最高ということなんですが、現在加藤が4つ、笹尾伸び盛り、今2つ、これがどんどん星が増えていくか。第3マッチ、加藤と笹尾の対戦です。バックハンド本当に質が高いですね。さあ渡辺さん、改めてこの笹尾対加藤、見どころといいますと。そうですね、この、まあ、先ほど話したように、あの加藤はもうやっぱ守備力高いですし、はい、でプラス今小林さん言ったようにこのバックでの攻撃っていうのがもう本当に切れ味がいいわけですよ、はい、だからその形に笹尾は持っていかないような戦術を使っていくわけですよね、はい、でそのだからそういう守備の形で加藤をどう笹尾が崩していくのかっていうのも一つ見どころですし、はい、まあ、加藤のパターンにはまっちゃうと、うん、まあ、加藤優勢という感じは思いますけどね。なるほど。
小林さんいかがですか。そうですね、もうそこで笹尾さんの台上バックハンドからの速攻で相手を揺さぶって、はい、フォアハンドで決めるという形がどれだけ作れるかという、はい、あここは加藤今のような浅いボールに対してもその加藤のバックが素晴らしい素晴らしい2人で言ってるじゃないですか、はいはい、ここら辺で個線作んないんですよ。スパンとこうやって打たれるの、はい、こうやって止めるしかないんですよね。あれがさっきの森のようにグッとかけてくると、はい、笹尾も叩くとか前に落とすとかいろいろ選択肢あるんですけど、はい、ここら辺がねちょっとまあ違うってことですよね。普通の選手3オートは、まあ、世界最高も2018年の1月には12位まで上り詰めましたこの加藤美優です。10月の23日の試合以来ということになります。3、4、1ポイント加藤がリード。加藤にとっては苦手なあのフォアへのね、はい、あれをよくね取りましたね。5-3 2ポイントリード。これで加藤は4ポイント連続で取っています。これずっと加藤の方が上から打ってくるから笹が表なのにね、はい、全部低い位置から上げなきゃいけなくさしてるんですよね。おお、ここは笹尾です。このストップレシーブに対して次フォアへつついたじゃないですか、はい、これも加藤の非凡なところなんです。これバックへつついて、これ笹尾が回り込んで打つ、うん、でこれで点数取られてもあれですけど、今フォアにつつかれたことで笹尾の印象残るわけですよね、はい、容易に回り込めないと。結局こういうトップクラス選手の試合になると読み合いだったりするんで、どこを意識付けさせるかっていうことが非常に大事で、はい、そこら辺の域に行くまでにすごく大変なんですよね、はい、いろいろな経験を積まなきゃいけないので。いいですね、笹尾のこの巻き込みのアップダウンサービス ね、はい、昨日もサービスエース何本取ってますからね、まあ、ですからこう笹尾の方もどうでしょ う、 こう年ごとにというか試合ごとにこう小林さんこう成長しているイメージがありますよ ね、 そうですね、経験を生かせているという印象ありますね、はい。だから読みですよね、はい、昨日あたりもね、何するべきかって選択で、うん、まだやっぱり一生懸命ぐっと頑張っていくっていうのがちょっと優先する場面がね、はいはい、多いですから。ここは加藤、笹尾に対してのフォア攻めをうまいところで使ってきますよね、はい、3球目4球目とかで、でまた深いところで伸びてるじゃないですか、はい、で笹尾が台から離されるって、どっかでちゃんと加藤がやることを笹尾を読んで対応しないと、はい、全部追いかけていくことになりますからね、はい、ラリーの構図が、うん、そうですね、こうやって、うん、これでセブンオールになりました。あそこでもう一回加藤がフォアへつついたら僕はもう参ったと、はい、あもうここですね、ここでミュータでもいいわけです、はい、本当は、はい、うん、総合力で勝る加藤ですが、そこをしっかりと笹尾が追いかけています。7-8今年は世界の WTT の大会でも優勝の経験をしました笹尾明日香です。先ほどの三木さんがおっしゃったように、はい、加藤さんが上から打ってるっていう状況が苦しいので、笹尾さんは今笹尾さんが上から打ってるっていう状況ですね、はいはい、こういうね、はい、バウンド上昇期捉えていくと、ね、加藤がしっかり打てば打つほど変化つけて作っていきますからね、はい、
サーブ変えましたね。うん、しっかり加藤、はい、何かここは小林さんどうだと言わんばかりのねそうですね、いやもうサービスをここでイトールでしゃがみ込みに変えた、はい、ここはもう1点どんな形であれ取らなきゃいけないと、はい、いう中でもう成功ですよね、はい、頭の中で次の計算も立ってますよね。あ、反応できませんでした。さあゲームポイントを迎えました加藤です。今のもねちょっとバランス崩しそうなブロックだったんですけど、カウンターこれあの軸足だけしっかりしてるんですよ、決してフットワークはいい方じゃないんですけども、はい、そのインパクトの瞬間っていうのが正確にできるんですよね加藤は。だからこのラリーの安定性あるんですよね。なるほど。9点。さあ1ポイント差9点、10対9になりました。いやあのサーブはねバックへの深いねアップダウンっていうのが、はい、右系も左系もいいですね。ここからリサこれどうしますか。もう1本いくかもしれない、うんうん、短いのやっぱね怖いですよ加藤は ね、 あのねニュータでガンってやられる可能性があると思うと、さあこれで両者並びました。10オール両者にゲームポイント。さあ次の1本決まります。これはフォア前行ってもいいんですよね、うん、本当はね。そうですね。おい、第3マッチの第1ゲームは11対10で日本生命笹尾飛鳥が取りました。ゲームカウント1対0日本生命リードです。いやちょっと想定これフォア前に行ったらもう 100% に近いぐらいバックが来る。これ一発で行くと思ったらドロップで行きましたね、はい、ミドルでね。これがちょっとカトミユどうしたって声かけてあげたいぐらい。ここは18番ですよ、はい、サーブに引っかかって変に深くちょっと、ね、長さが合わなかったからだと思うんですけども、 そのくらいは加藤にとっては微調整です。パッとバックが深くいく、はい、が10オールの戦い方じゃないですか、うん、だって最多勝の選手ですよ、うん、はい、まあちょっと様子見たらかもしれないですね、はい、これミドルでループ行って一回、はい、まあちょっと笹尾がねさっきネットしたから加藤ミスっ てあの笹尾の手数になりましたけど、はい、丁寧にブロックに来てバチッと決めても、まあ、加藤の位置をしてやったりという展開 だったかもしれないから、まあこれは2ゲーム目以降どうなるかというんですけどね。第3マッチの第1ゲームまず日本生命が11対10で取りました。まあ、渡辺さんおっしゃったようにおととし2020年21シーズンは後期 MVP でシングルス実に17勝を挙げましたこの加藤美優です。去年もシングルスは7勝4敗、ビクトリーマッチも2勝1敗と勝ち越しをしています。まあ、笹尾飛鳥も去年はデビューで3連勝というのがありまして、まあ、その後ちょっとこう勝ちがつかなかったんですが、今年は、まあ、特にあの大きな国際大会なんかで早田選手とか伊藤選手いない場合にやっぱ今年は本当にこうその笹尾選手が渡辺さん主役になりましたよね。そうですね、はい、昨日もそうです、今日もそうですけど一応単服でね、はい、起用されるっていうのは、はい、もう期待ですからね、はい、第3マッチの第2ゲームまずポイントは加藤です。さあまず先に第1ゲームを取られました加藤美優。ワンオール、うん、ワンオールです。やっぱ笹尾は足があるししっかりしてる、はい、あのフォアへのつつぎに対してもあのそこで直接なかなか加藤も点数取れないですよね、はいはい、打たせに行ってるんですけどね、うん、2、1、
小林さん、ここは加藤としては今1ポイントリードですけれども、はい、第1ゲームとは違ったこう何かこう戦い方ってのありますか？いや、まだそうはないと思うんですけど、はいはい、今本当にリキさんおっしゃったように、はい、フォア側にこれですね、これ、はい、これを持ってやっていきたいんですけど、まあ、迂闊にやっても対応されてるっていうところが、はい、加藤さんのその選択を、はい、ちょっと惑わせてるというか、ただあれを一本見せておくと次誘うやっぱりバックへ長く行くとか、はい、フォアへ長く行くとか大きいラリーになりますから ね、それを今みたいにバックドライブでスパッと打ってブロックさせられずスマッシュっていうのがもう一応形としてはこのボールですね、はい、ここからこれはねもうやっぱ今みたいなチャンスでどうしても返っちゃうんですよ笹尾は。ただループ行くとかけ返していきますからね笹尾は。いい形でこれは動いています。この笹尾飛鳥です。さっき1ゲーム目ずっと聞いてたバックに長いサーブを、はいはい、加藤さんが初めてバックドライブ攻めましたし、まあ、こうやって今サーブ変えてきましたけど、笹尾さんがあのバックに長いがあまり効かないっていう選択になると、はい、またゲームの流れ変わってくると思いますね、はい、加藤のサーブ、うん、ここはしっかりと決めました加藤です。これで5対2。この5球目でした。これはちょっとね、予測しにくいスマッシュですよね、はい、うまい、思わずうまいという放送席からのこの言葉が出ましたけれども、笹尾飛鳥です。上から蹴ってるんですよね笹尾さんが。でこの入る形に力を出してる感じじゃないですか、はい、バチンと打つというより も、はい、もうこれでいいんですよ ね、 そうですね。もうミスをとにかくしてはいけないですからこの場面。さあじわじわと追い上げてきています。1ポイント差。加藤が振り回すか振り回すか、ね、フットワークがあるから攻めになってますからね、はい、笹尾がね、このあたりやっぱフットワークのある選手っていうのは盛り返せますよね、うん、はい、さあこれでハイボール追いつきました。3ポイント連続で返していきました笹尾です。いや追いつきましたね、追いつきましたね、はい、それも加藤の攻めの展開で追いついたっていうのはね、はい、だいぶ笹尾にとって大きいですよ。これでまた1ポイント離します加藤です。これでまた6オール6対6です。いやだからこう何か流れがこう一方的にとはならないですね、はい、ここまではですね。今笹尾さんのボールが加藤さんのバックミドルにちょっと寄ってる部分がすごく上手で、バックサイドに行くと振り抜かれてしまうところをミドルに寄せているということですね。で回り込まれると思うんで今度ミドルを、そのタイミングでフォアにストレートにバックで送れると相手のマッチを外せるかなと。さあ6オール。あらもったいない。さあこのプレーこの後どういう影響を与えてくるんでしょうか。今のプレーです。あー最後ネットでした。またここで加藤が1ポイントリード。これでまた追いつきました。いやなかなかこう離されないですね。そうですね、はい、うん、今のなんかもね、はい、縦回転に変えて逆チキータをさせないようにね、うん、工夫して攻めていってますから、ちょっとそれに加藤がハマってるって感じですよね。リードしたいんですけど、うん、うまい、追いつけません。8対7加藤またリード。まあ、こうやって大きく出すということは、はい、ここまではセットですから、はいはい、もうサーブ出そうとしてはね、はい、でこれをなんとかね笹尾は封じたいわけですよね。動き切ってブロックにさせて、
入った。エッジですね。ごめんなさいという声も聞こえました。さあここは8オールになりました。さあこの逆にこう笹尾としては今のポイントをどう生かすか。そうですね、やっぱりサーブ効いてると思いますので、はい、思い切って先手取りたいですね。ここは最後加藤が決めました。これで9対8。バック対バックになってこうやって下から上、下から上ってこうなると、はい、もうこういうパターンになる確率がぐっと上がっちゃうんですから、はい、上がりますからね。なんとかブロックもしくはバックハンド、ちょっとねバウンド上昇期狙いたいですね。わあ、さあこれで加藤がゲームポイントを握りました。第3マッチの第2ゲームです。バックサイドの方は振り抜かれるので、はい、ミドルでというところだったと思うんですけど、こちらが加藤美優、笹尾明日香。さあこれでまた1ポイント差。このねミドルのサービスに対しての笹尾はね、はい、レシーブちゃんと回り込んだらさっきのカウンターされたのをやっぱ記憶してますからね。はい、はい、バックミドル側レシーブをしてで上から行けるようにラリー持ってきましたね。さあこれでまた並びました。渡辺さん、これ第1ゲームも先にゲームポイントを取ったのは加藤なんですが並んで笹尾でした。まあ、同じような今のセンサービスのやっぱ選択ミスですよね、はい、このバックハンドフリックはね、はい、あの笹尾も非常にうまいですから、うん、そこに左回転の短いサーブをこの大事な局面で出すっていうのは、はい、うん、ちょっとどうしたのかなって感じですね。おここは11点加藤が取りました。第3マッチの第2ゲームは11対10、九州アスティーダの加藤美優が取りました。ゲームカウントは1対1です。これ今の、はい、このね、ここから加藤の打ったボール、これを笹尾が強打したボールをあの本当にネット際に加藤が狙ってミスを誘いに行ったとしたら、はい、これは素晴らしいですね。あ、ちょっとでもネットにしたんですね、はい、笹尾のボールだからそうなったのかもしれないけど、完全に笹尾タイミング狂いましたね、はい、さあこれでゲームカウントは1対1になりました。こちらが九州アスティーダのベンチです。一方こちらが日本生命のベンチご覧いただいています。さあこれで渡辺さん11対10というのが1ゲーム2ゲーム続きました。そうですね、はい、まあどちらかがリードをぐっと広げるチャンスがあってもやっぱその後ね、はい、あのお互いにこう巻き返す技を持ってますししつこさがありますよね、はい、2019年のシーズンにトップ名古屋に入りました。そしてその後次の年に日本生命の練習生、そして正式に去年契約をしまして今シーズン日本生命としては2年目になります笹尾明日香。今年から日本ペイントのエースから九州アスティーダのエース加藤美優。第3ゲームが始まります。最後加藤のポイントです。すごいですね、はい、これね本当に1本じゃ決まらないですね。なかなかねポジション取れば相手がやっぱりポジション取る前に打たないといけない、はい、さあこれしかし第1第2ゲームそれぞれ11対10ですから
どこがこれこの後の小林さんポイントになってきそうですか。はい、やっぱり笹尾さんからしたら上から打てる展開をどれだけ作るかというところ。上から、はい、今もそうですね、はい、上回転して払わせたやつをちゃんと上からパンとこうバウンド上昇機を狙ってるってことですね、はい、加藤に攻めるとどうしても安定性を出そうとするとバウンド直後いっちゃいますよね、ブロックに、はい、なると、はい、そうすると下から上にボールが上がっちゃうので、ワン、スリー、うん、今日はこういう場面がこれで2度目ありました。さあただ2ポイントこれでリードという日本生命の笹尾です。結構ねこういう異質の選手、はい、特に多いんですけども、うん、こういう形が、ツー、スリー、追い上げます。3対2、全身返して回転に対しての加藤のインパクトっていうのは本当正確ですね、はい、笹尾もしっかりこう攻め切らないと。さあこれで3オールになりました、まあ、だからこその小林さん、やはりこう笹尾としては攻めの姿勢なんですね、そうですね、この2点みたいに加藤さんがしっかり振り切れたボールっていうのはなかなか点数にならないので、はい、そうさせないように上からというところですね。スリーオール、スリーフォー。さあこれで加藤が3ポイント連続取りまして勝ち越しになりました、4対3。まあ、今のが加藤がちょっと笹尾に打たせに行った突っつきという形で、はい、うん、笹尾がミスしてしまうと加藤ってさっきからこうフォアへの突きとかこう目立ってたじゃないですか、はい、ああいう風に失点をさせに行くわけですよね、打たしといて、うん、はい、動かしておいて、でそこで失点が出てくると加藤ちょっと気持ち楽になっちゃいますからね、うん、はい、笹尾その失点が多くなるパターンだけはちょっと注意しなきゃいけないというところありますよ。フォールです。これで加藤が1ポイントリード、5対4。インパクト正確ですよね、はい、打点落ちてもやっぱね相手コートに入れるという技術に関してはもう本当に、うん、うまいですよね、いいボールタッチですよね、はい、こういうのも入るんですよ、はい、さあそうマイズレシーブですよね完全に逆ついてさしゃがみ込みを出して加藤は戻ろうとしたんですから、フォア側から出してで、これいいレシーブなんですけど、あのインパクトしちゃうと入るんですよね、まあこれは才能の一つですよね。フォーセブン、ここはちょっと痛い、かなりね、はい、あのサーブ複雑にインパクトをしてるんですよ、うん、インパクトの瞬間にかなり振ってるので、はいはい、ちょっとずれるとこういうこともありますね。セブンファイブ。結構この1本笹尾さん我慢しましたね、はい、これ取られてて4点差だったんで、そうですね、中盤のやはりこうポイントの差というのはね、はいはい、とても大きいので、さあ両者がタオルを取っています。ちょっと笹尾のその表のバックの打ち方ってちょっと擦り気味に打つんですよね、はい、だからその微妙なこうナックルが出てるのがちょっと加藤としては打ちづらいのかもしれないですね、普通はもっとフラットに当てるんですけども、はい、これも全部擦ってますよね、はい、でこれがあだとなるときが全部こうライジングを取って下から上に行くと、はい、バチンと叩かれると、はい、今は加藤はねこう慎重に粘りでいってますけど、前半とかはねバチンとスマッシュにつなげてましたからね、はい、さあ8対5、
うん、さあこれでまた連続して加藤2ポイント取っています。さあいや本来このバックドライブですよね、はい、この深くて速いのが、まあ1ゲーム目のね10ホールでなぜそれをって出さなかったのかってとこだったんですけども、はい、3ポイント差。第1ゲーム第2ゲームともに11対10という接戦でした。この第3マッチの加藤と笹尾です。さあここはまた2ポイント笹尾が返してきます。いいですね、はい、でも縦回転にするとこれでノーマルツッツ来る確率がね、はい、高いですから、はいはい、それを逃してないですね。さあここで今タイムアウトを取りました。加藤がタイムアウトを取っています。こちら側が九州アスティーダスの加藤、そして川津監督です。レッドエルフ、レッドエルフ、レッドエルフ。なんか雰囲気が違いすぎてね、なんかね一瞬こうコメントが詰まっちゃいそうな感じなんですけど、はい、うん、まあ確かにこうねいろいろこうチームがこう現在連敗中、2連敗ということもありますので、なんとかこういわゆる加藤が勝つことが、まあ、当然一つの大きなチームにとっては躍進の鍵になるわけですけれども、何かもそれだけではなくていろんなところでこうね鼓舞しようというか、うん、変化を求めたんですね、はい、出てくるからレシーブ、それだけ、まあ、とにかく先ほども話ありましたけれども、なんとか今日本人の選手の中で持ちこたえて、まあ渡辺さん情報では新郵便も来ますということですよ。いやですから本当にねそういった意味ではこれからこう各チームともに、あの木下も昨日は外国籍の選手活躍しましたし、はい、さあリキさん、これ加藤さんサーブですけどね、えだから何をここでねタイムアウトした意味としては、はい、サーブ持ってますからね、ミドルに長い速いサーブあんまないですよね。そうですね、ちょっと持ってきにくいですかね。あるとしたらちょっと回転系の変化、上回転を行くっていうのは一つあるかなと、でこう丁寧に来るところを狙いたい、はいはいはい、あんまり長いラリーにしたくないっていうの一つあると思うんですよね、うんうんうん、さあしかしここはあれだとあれだとしっかりかけられちゃう、そうですね、上回転、上回転だったらね、はあ、うん、タイムアウトを取ったのは加藤ですが、その後ポイントを取りましたのは笹尾です。9対8、うん、8点。さあここは加藤がゲームポイント。笹尾いいテンポに持ってったからね、この回り込みでと思うところをちょっとね、はい、早すぎたかな、動いてなかったかな、笹尾のサーブです。ここは笹尾が決めました。1ポイント差。うわー、これは本当に第3ゲームも大熱戦になっています。ここはセオリーだと縦回転でってことだと思うんですけど、そうですね、加藤さんがそれをどこへ出すかですよ、うん、それバックサイド側出せば、はい、あの逆チキータ来ないんで、はい、うん、嫌なのはストップですけど、あ、フォア行っちゃった、うん、フォア行ったらそれがある、うん、ゲーム2第3マッチの第3ゲームは11対9で九州アスティーダ加藤美優が取りました。ゲームカウントは2対1、九州アスティーダがリードしています。バックに持っててノーマルツッツキさせたかったっすよね。だからそれを全面動けるんだから笹尾は、はいはい、でそのボールをあのフォア反面どこか、うん、実
攻めるというパターンが、ね、一番あの選択肢としては良かったなと思いますけど、あそこだけはあれが来るのが、はい、一番笹尾は取れてないですからね、はい、逆チキータやられた時には。さあ第3マッチ、ご覧のように先に第1ゲームは笹尾が取りました。ただ第2ゲーム、第3ゲームと九州アスティーダの加藤が取っています。加藤もでもね、あのタイムアウト取った後のサービスのチョイスとかがね、はいはい、よくなかったけど、はい、笹尾も聞いてる、これはここでしょうっていうところで、うん、まあ裏の裏って言葉があるんであのそう言っちゃうと全てはあのそっちで考えてたんですって言うとそうかとなるんですが、ただねもう本当にこのクラスだとこの読みとね選択ですよね、選択ですね、はい、まあ、うん、今日放送が始まる時にも渡辺さんはやはりこうその選択という、はいはい、話をされました。さあこれから第3マッチの第4ゲームです。九州アスティーダがこの第4ゲームを取りますと第3マッチは九州アスティーダ勝利ということになります。型の選手はあるっていうふうに思っておかなきゃいけないですよね、はい、ネット今日これがまあそういう形では3本目ということになりますが、まず先に笹尾がポイントを取ります。ラブツー。さあ小橋さん、ここは先にまず笹尾がポイントを2ポイント取りました。そうですね、この状況だと、はい、さっきまで加藤さん3点差つけても追いつかれるかの、ことがあったんですけど、はい、この状況だと3点差つくとそのままいっちゃうっていうこともあったんで、はい、笹尾さんはこの2点取れたのは大きかったですね、はい、先に2ポイントを取りました笹尾。加藤のサービス、うん、ここはしっかりと加藤柔らかい、はい、ね、こうやって相手が勝負かけてきて回り込んでグッと打ってきたときに苦しそうなんですけど柔らかくね、はい、インパクトできるんですよね。加藤の3球目しっかりと決めました。これで2対1、うん、これでまた離します。まあ本当こういった展開が続いてますね。ね、上から行けてるのがいいですよね、はい、うん。だいぶそのバック対バックのラリーで、笹尾がね、はい、有利な展開っていうのを作れるようになってきましたからね。はい、あとは攻めに行ったところ、勝負どころのポイントで何を選択するか。うん、5-1。さあこれで3ポイント離しました。フットワークもあります、この笹尾です。ツーフォーカットまで追い込まれたのは加藤でしたよね、はいはいはい、ちょっと加藤を動かした形にもなったんですが、最後なんでここでまたバックへ行くのかって、はい、こうなるのにって思ったらですね、そこからの、うん、カットからもう前に出てきてますからね、1歩2歩で、まあ、この、 体勢を、ね、バランスの競技なんですごい大事なんですけど、はい、崩した後のこのね立て直しっていうのもすごい大事でね、そうですね、はい、さあこれでまた1ポイント差になりました、4対3。笹尾ね、さっきのプレーで取ってれば 5-1 だったわけじゃないですか、はい、こうなっていくんですよね。5-3、これでまた5対3、5-3です。いやですからこの第3マッチは本当に
両選手こう競った戦いをしています。ヘッド5、3さあこれで3ポイント差がつきました。この1本ですね、はい、何を選択するか。いいですね、笹尾攻めがね、とってもいいですよね、うん、早い。これで3-7です。一連の小林さん、笹尾の選択はいかがですか。あ、そうですね、とってもいいと思います。さっきミドルに1本長いの出した時にネットだったんですけど、はい、そこでちょっと考え変えて、はい、バック前からっていうところでしたね。あ、ちょっと表情が苦しくなりました一方の加藤美優です。ここは8-3、5ポイントの差がついたというのはこれ初めてのケースになります。ちょっと何かこうこのゲーム笹尾に勢いが出てきました ね、 ね、まあ、ちょっと加藤のやることが淡白ですよね。さっきのしつこさとかそういうのがないんで、はい、こういう一振りで決まっちゃうようなラリーになっちゃうと、はい、笹尾投手はラッキーにこう 2-2 に持ち込めるわけじゃないですか、うんうん、9-4。さあここから立て直せるか第4ゲームの加藤です。9-4。さあここは笹尾がゲームポイントを迎えました。いいですね、笹尾攻め続けてますね、はい、うん、こういう姿勢大事ですよ。第3マッチ第4ゲーム、ここは11-4で日本生命笹尾飛鳥が取りました。ゲームカウントは2-2。いよいよファイナルゲームです。放送席の解説は渡辺力さん、そして小林哲平さん、ダブル解説でお伝えしています。いや、渡辺さん、しかし第3マッチまたファイナルゲームに来ましたね。そうですね、はい、まあ、第3ゲームを、ね、はい、11-9で取れた加藤が、まあ、有利に進めるかなと思ったんですけど、はい、もう全然違う展開になりましたね、この第4ゲーム、はい、まあ、これ大きいのはやっぱり笹尾がサービスの時にしっかり点数が取れるというところが一つ大きくて、はい、で、まあ、一つポイントとしては、ね、その第3ゲームに最後、はい、逆チキータボンとこうですエースで取ったにもかかわらずそのレシーブが全くできない状態にカットしているというのが、ね、はい、笹尾のサービスへの得点力につながっているんですけれども、うん、ここでですからもう加藤はもう途中で点差が離れたんでね、はい、もう第4ゲ第最終ゲームのシックスホールからの形っていうのを一つ頭に入れてやってたかもしれませんからね、はい、やっぱ一応 T リーグの勝ち方を知ってる、ね、はい、ね、加藤の、うん、持ってると思うんですよ、まあ、ちなみにビクトリーマッチではもちろんまだないんですけれども、ビクトリーでも勝負強さで言いますと加藤は MVP を取った一昨年が4勝1敗です。まあ、ですからこういった最後決めなきゃいけないというところでは勝率いいですよね、はい、6-0。さあそしてファイナルゲームは6-0、6-6からのスタートになります。まず最初のポイントは加藤です。7-6。もうフリックさせてからしつこいラリーをやりに行きましたね、うん、加藤ね、はい、さっきあっさり行き過ぎてたのでやっぱ自分らしいプレーっていうの
やろうとしてますね。ここにバチンっていうね、強打の展開作られると相手やりづらいんですよ、はい、またゆっくり。さあここは大きな声が上がりました。7対7。このゲームを笹尾が取れば今日は日本生命3対0勝ち点3を取るということになります。一方九州アスティーダ加藤が取りますと勝負の行方第4マッチ以降ということになります。ここは連続して笹尾です。ナイスサーブでしたね、はい、うん、これね拍手、まあ、加藤はもうタイムアウト取ってますから、はいはい、もうね笹尾はもう一本ここなんとか取って そうですね、うん、それでレシーブという形したいですよね。さあ笹尾ここを取れるか。3球目8オール。さあ並びました8オールです。深いところ打ってきますね、はい、あとね、あそこら辺のバックハンドのテクニックはありますね、やっぱりね。さあ並んでいます8オール。日本生命が勝ち点3を上げるか、九州アスティーダ第4マッチ以降に決着を持ち越すか。この決着最後は加藤でした。これ加藤がもうさっきみたいに振りに行ってないんですよ、はい、冷静重視で合わせに行ってるんですよね、はい、だから一緒になって誘い合わせてると、はい、うん、ちょっとテンポ狂っちゃいますよね。ここをよく見抜いておかないといけないですね。そうですね、うん、振りに来てたらあれでいいんですけど、はい、うん、ネット。さあ加藤がマッチポイントを迎えました。すごいラリーですね、はい、すごいですね。タイムアウト加藤。さあここで、でちょっとずつ伸びてきてるじゃないですか、はい、これで、ね、スローで見てるとね、よくこっち側で見るとよく分かって、合わせて合わせて笹尾がちょっと詰まった時にクイッて伸びてるから、もう一回笹尾が詰まってると。まあ、いわゆるバック系の技術っていうのはこの力の足し算引き算というかね、はいはいはい、ぐっと足したり引いたりっていう、うんうん、ここら辺の基礎技術っていうのはね、うん、小さい頃からうまかったですけど本当に特徴ですよね、はい、さあ加藤があとこの第3マッチ勝利まで1ポイントとなりました。コースも、はい、コースも変えない、回り込んでフォアも決めにもいかない、けど点数ちゃんと自分に入った、はい、これ素晴らしいテクニックですよ ね、 すね、バックハンドの。もう大体半面を使ってるわけですね、でそこを笹尾が一生懸命動いていくミドルとバックを使わされてるって感じでね。そうですよね。さあここ笹尾サービス何を選択していくか。ゆっくりとまた両者がコートに姿を現しました。フォア前は一つ怖いけども、はい、フォアにしか来ないと思ってね、はいはいはい、あそこで山を張っておくっていうのも一つ、でつっついてきたらどうするんだとかね、うん、そうですね、うん、ストップに対してはね、さっき内容を見せたようにフリックもありますから、はいはいはい、笹尾攻める位置は幅としてはね、うん、あるんですけど、ここどれだけ頭整理してお互いの読み合いですからね、はい、で昨日から来る1本目のサーブなんです、うん、大事なのは、はい、2本取ることを考えたとき、はい、さあその笹尾のサーブマッチポイントは加藤。ネットするとまた分かんなくなるっていうね、はい、いや何かこうドキドキするような展開。笹尾も息吐いてますけどね、はい、こっちは放送席だって息吐きたくなりますよね、この緊張感は。
決まってもいいボールあったけど、ここは決めました。はい、第3マッチは3対2九州アスティーダ加藤が勝利しました。これで第3マッチは九州アスティーダが取りました。まあでもこのチームとしては 0-2 で回ってきたエース3番にいるわけじゃないですか、はい、やっぱこれでね競ったゲームを盛り返して勝つというのがエースの役割なんで、はい、加藤はもうエースの役割をね、はい、果たしてこれで次野村が勝ってくれたらもう1回ビクトリーでエースの役割を果たすというのがね、はい、まあ九州としてはやりたいという形ですね。まあ確かに今日のオーダーをいろいろこう予想しますとから予想しますと、まあ一体もしこの後第4マッチも九州が取ると、まあ誰が出てくるんだろうな、ビクトリーというと今の渡辺さんの言葉が全てなのかなと、うん、というね、流れは作りたい、はい、どんな形であれね、はい、そこは加藤にでなんとか軸に戦ってますからね、はい、さあそして第4マッチに決着は持ち越しです。第4マッチは日本生命が背番号7番中国からのリジャイ、一方九州アスティーダの方はここまで T リーグ3勝をマークしています野村萌ということになります。主審加藤美智子さん、副審は長谷川和也さんです。さあ渡辺さん、はい、第4マッチに決着持ち越しで日生リジャイ九州が野村という対戦になりました。そうですね、リジャイは、まあ、昨日平野に負けましたけれども、はい、その前は安藤にストレートで負けてるんですよね、はい、名古屋の安藤に、はい、で村上監督の読みだと、はい、ここは4番野村が出てくるだろうと、はい、うん、もう初めから読んでた予想して、はい、加藤の方がやっぱちょっと苦しいんじゃないかっていう、はい、読みだったんですよね、はい、お話伺うと、で野村の質はかなり飛ばすので、はい、同じこう質ラバー表ソフトでもですね、はい、ですからそれは DJ は対応できるんじゃないかと、はい、まあ、こういう読みで野村を狙いに行ったということで、だったのでね、はい、ということはかなり勝算ありで、ありで、ね、あのここの対決行ったということですよね。昨日もまあ小林さんそして渡辺さんとこのリジャイのプレーを放送席からも見ていたわけですが、小林さんいかがですか、リジャイと野村萌え。そうですね、あのリーバーサス野村、はい、速攻に対してリジャイさんがどれだけ自分の空間で卓球するかというところがまず最初見ものだと思いますね、はい、野村はあの京都戦では中国の選手にね2連続勝ってますよね、はい、中国の選手にね、まあ、ですからまだ前半といいますかね、ようやくこう最初の部分が終わったところになるんですが、九州アスティーダの中では5試合戦って野村は3勝2敗という成績です。まあ、3勝といいますと今日加藤勝ちましてこれで4勝なんですが、柴田、長崎、伊藤美誠と並んでるんですよね。現在勝利数では木原、安藤が5、そしてその後橋本、平野が4で続いています。今日加藤が並びました。さあそしてこのリジャイです。昨日は渡辺さんのお話にもありましたが2対3で平野美宇に敗れています。ああしかしここまでは連続で4ポイントこのリジャイが取っています。このバックのボールがですね、野村はね、はい、あの弾んできますから、はい、あの前に落とされることが少ないんですよね。ですからそういう意味で距離感崩されるケースは少ないので、はい、で昨日もねたくさんこうリジャイのこうインパクトの正確さとか、はい、あのお話したように、はい、そう距離感合えばですね、はい、もうほとんどミスは少ないと思うんですよね、はい、うん、こうやって今のようにフォアへ行ってからバックとか、はい、ちょっとポジションを狂わせて野村の得意の破壊力のある攻撃にね、はい、結びつくといいと思いますけどね。野村は今年の全日本社会人大会ではベスト4の成績でした野村。うまいですね今の身のこなしが。あの昨日の中継の中では渡辺さんはリジャイを綺麗な卓球、はいはい、というふうに評していらっしゃいました。
正確ですね、はい、本当にインパクトが。一方のこの野村は T リーグが始まったこの2018年シーズン最初の年にトップ名古屋に入団しました、参戦しました。そして3シーズンを置いて、また今年復活という形でこの九州アスティーダに入りました。伊藤選手や早田選手と同世代、もう一度プレーを T リーグでしたい思い出があったんだという話をしています野村です。さあここはしかしリジャインが連続してポイントを取った後、野村も反撃、3ポイント連続で取ります。さあここは4連続で渡辺さんポイントを取ってきましたね。そうですね、この最初はリジャインのこう綺麗なボールに対して、はい、やっぱミスをさせるとこさせられるところまで野村はね、はい、粘られちゃって連続取られましたけども、はい、徐々にこの変わってきたところでバックスイングが取れるようになってきちゃってるんですよ、はい、リジャインのボールに対して早くもこういうボールに対してもバックスイング引いて打ってますよね、はい、ですから野村のその早く攻撃的なパターンになるといいなと思ったけど、早くもうその状況が訪れてますね、はい、これ一つはリジャイのやるあのさ今のサーブにしても、はい、ドライブにしても軌道が綺麗なんですよ、はい、だからちょっと読みやすくなってるんですよね。なるほど。いやそして野村のパー卓球、ここまで6ポイントを連続で取りました。逆転しています。さあこれ和田さん、野村2ポイントリードになりましたね。そうですね、ボールになってきましたね、はい、非常にそういった意味ではこう対応力が早い選手ですよね、はいはい、ここを締めていきました。あれはねもうリジャイからしたら必ず来るんですよ、はい、ここで野村が3球目ストレート、こういうボールをきっちり取りますから、はい、もう一回攻めれる状態に野村は持っていかないと苦しいですよね、うん、さあこれで9対7。このセットを取れば日本生命、九州が取ればビクトリー。さあゲームポイントは九州アスティーダの野村です。相手リジャイが攻めに行ったボールがこうやってミスが出るとまたつなぐじゃないですか、はい、ほらつなぐとこうやって野村打ちやすくなるんで、この構図になるんですよね、はい、第4マッチ第1ゲーム11対7、九州アスティーダ野村萌恵が取りました。これはすごい逆転勝ちですよね、はい、スタート0-5のしかも第1ゲーム目この途中でもう会っちゃうっていうのは、はい、これ一つはね、はい、一番大きいのはやっぱその先ほど紹介したんです、京都戦でも2勝してるという、はい、中国選手、はい、でも中国籍選手に2連勝できるっていうのはやっぱちょっと自信になりますよね、はい、それもかなりいいラリーをして勝ってましたから、はい、ですからこう野村は渡辺さんおっしゃったみたいに T リーグの初勝利が9月の11日京都戦でのウェイウェンション戦、そしてその後チェン・イーチンにも勝ちました。そして日本ペイントの橋本には敗れたんですが、また10月8日の京都でウェイに勝って、そして、まあ、張本美和に木下戦では敗れてということで、渡辺さんおっしゃったみたいに3勝は全て中国の、まあ、チェン・イーチン台湾ですけども、あ台湾ですかね、はい、あのそう忘れてました、チェン・イーチンにも勝ってるんですもんね、はい、それは大きな自信を持ってこの T リーグ臨んでますよね、はい、野村トゥーさんラブオー、やっぱ不思議とやっぱ勝ってると、はい、
この場が私が勝利する場に多分見えてくるんですよね。何かその小林さん力と力という部分以外に、ええ、そういうこう相性と言っていいんですか。これはそうですね、はい、それもあると思いますよね、はい、昨日からリキさんのお話になってリジャイ選手のボールが綺麗だから調子が上がるっていうところも、はい、こういう部分でもやっぱり綺麗だからこそ追ってくるっていうところがあると思いますよね、はい、第1ゲームは5ポイントを先にリジャイが取ったんですが、その後も怒涛の7連続ポイントというのもあります。この野村萌です。ここもまたリード。プレッシャーですよね、これね。いやリジャイ今サービス1本目の時に野村いきなり逆チキータから行ったわけですよ、はい、でそのラリーを取られてるんで、はい、やっぱ迷いますよねサービス、うん、らしくないじゃないですか。何かこう昨日の試合なんかでも見せたこうリジャイのこう卓球スタイルってちょっと消え始めてますよね、うん、そうですね、うん、あんなレシーブ回り込みなんてそうあんましないんですけどね、はい。さあここは今日本生命立ち上がりました。大きな拍手です。これ勝ちますと野村は4勝目ということで3位タイに並びます。ここはリジャイ、野村選手も今リジャイ選手ちょっと崩れてくれてるんで、はい、自分は丁寧に入れておいてって思うと盛り返されるので、はい、ここ攻めの気持ちを忘れてほしいです。今ミスしとしても、はい、ああいう風にしてる方が流れがいいわけですね。いいと思いますね。フォール並びました。さあここはまた野村、こういう点につながってくるので、はい、まあ、攻めなきゃダメですよ ね、はい、ですよね。攻めていきながら取ったり取られたりするしますから、それでいいですよね、はい、おお、ああいうのが、ね、スマッシュできるのが、ね、野村の、ね、はい、意外とって言ったら失礼なんですけど、はい、器用なところなんですよね、はい、ちょっとエッジしてんのに。そうです。よくまあ、だからスマッシュになったということもあるんですけど、ちゃんと入れますからね、相手コートに。さあここはまた第4マッチの第2ゲームも熱戦になりました。1ポイント差。リジャイ選手がちょっと顔つきが戻りましたね、はい、あ、そうですか、はいはい、やっぱりさっきの野村が逆転できた時にお話したように、はい、相手のボールに対して自分がバックスイングを取れるような形になると自分のリズムになるじゃないですか。だからこうやってコース取りも厳しくなりますよね、ね、その間を今野村が与えた。ただまだシックソールなんで、はい、全然野村にチャンスありますよ。どんどん攻めに行ってますもんね、はい、まずここロングサーブも良かった、ね、ちょっとラッキーもついて、うん、あー、ここはナイスプレー野村です。8対6。まあここね、もう中盤からずっとこのサービスの時に取り合いになってるわけじゃないですか、はい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 、2本ずつこの均衡をね、はい、この後半になってね、どこがどっちが破るかってとこですよ。リジャインのサーブ、
いいレシーブだ。しっかりとここはレシーブで決めていきました。9対6。このバックサイドっていうのは今のすごい難しいところなんですよ、はい、あれを左足軸1本でバックハンドスパッと振れるっていうのは素晴らしい、素晴らしいね、下半身の力ですね。もう1回いった。もう1回いきました。いやしかしビジャイもだからね、面白いですよね今ね、いいレシーブ来たのに、もう一回サーブ行きましたからね、さすがですね。でちゃんと野村はコース変えて打つっていうぐらい余裕があると。さあこれでまた1ポイント差、9対8、ビジャイも追い上げます。ビジャイもこの均衡を崩しましたよね、ここでレシーブ1本目で取って、で野村が何できるかですよ。お、立ち位置変え、思いっきり変えましたね、立ち位置を。ここは逆に小さく左手打ちを握りました、リジャイです。この辺りは安定してますよね、はい、プレーが。それでもこれ返しますからね、野村の連続攻撃で決まっててもおかしくないんですけど、はい、さあこれでレシサービスで2本取られましたね、野村ね。さあこれで9対9。さあ今度は逆にリジャイゲームポイントを迎えました。野村のこのネットヒットインと、はい、次は角に当たってるんですよ、これは。でタイミング外れてるはずなんですけど調節できるっていうのは、はい、こういう今いい声出したじゃないですか、はい、こういうね気持ちになりますよね。ここは野村並びました、ゲームポイント。リジャイも野村もゲームポイント。まだ第2ゲームではデュースはありません。これで決着です。リキさん、これでサーブのチョイスですね。そうなんです、これね、だからさっきはここのサービス何かやるときに大きくぐっとこうフォアサイドによってサービスでロングサーブいったわけですよね、はいはいはい、バックハンド勝負にしたいんですよ、野村はもう今は、ここは第4マッチの第2ゲーム、11対10で九州アスティーダの野村萌が取りました。第4マッチゲームカウント2対0、九州アスティーダがリードしています。これはこのサービスにしたじゃないですか、はい、でちょっとバウンドおかしかったでしょ、はい、でストップにしちゃったから、はい、リジャイがさっきまで慣れてた大きい展開と自分で変えちゃった結果になっちゃうんですよ。そういうことですね。アンラッキーなのはなんかちょっとサーブがボテボテで、ちょっとどうしたのっていう感じでストップになっちゃった、で野村もそれストップに対して丁寧に返したじゃないですか、もうここはだからそこが最後野村うまかったっていうんで、あれが普通に突き来て野村が打っててバックのラリーだったらリジャイが取ってた可能性も十分高いかと思うんですけど、何しろこれでゲームカウントが 2-0 になっちゃったっていうのが、本当ですね、野村がもう対外国人キラーとですねもうなってしまう、はい、それでしかもフィニッシュまでいけちゃうかもしれないですよね。さあここは第4マッチ第1、第2ゲームを取りました九州アスティーダ、第4マッチを取りますと勝負の行方はビクトリーマッチということになります。逆にこの後日本生命レッドエルフが粘って第3、4、5を取れば今日は勝利ということになるんですが、ワンラブ。リジャイの方はシングルス、ここまでは1勝2敗です。野村萌は3勝2敗、すべて外国籍の選手。ラブ。この辺はね、リジェが気持ちも立て直してね、はい、自分のタイミングっていうのでやってますよね。
ただ野村もしっかりとここは抑えてきます。2対1、野村がもしこの第3ゲームを取ればいよいよビクトリーということになります。野村読み合いがうまいですよね、はい、1本目もちゃんとフォア前からスタートして、これも今もうリジャイがバックへ動いてる、はい、2本とも、はい、バックへのサービスに対して自分のサーブの時2本取ったからちょっと強気に行こうとしたところを全部出花くじかれて、はい、でスコアも2オールに戻されちゃうと。そうですね、これは非常にやりづらいですよ。これで逆転しました。はい、逆転しました、うん、3ポイント連続今度野村が取りました。ゲームカウント 0-2 でちょっと自分で攻めに行ってリードしたはずがもうこのまま追いつかれて逆転されるっていうのは、はい、超苦しい状態ですから、はい、DJ が、まあ、野村はここで一気に行きたいところでしょうね。これで4対2、野村が乗ってきました。あ、タイムアウトです。2ポイント先にリジャイが取って、そして4ポイント連続で野村が取ります。これリジャイのサービスですからね、はい、皆さん力を貸しください。レッドエルフ、レッドエルフ。でもこの、はい、さっきもそうだったけど左側に左でバックサイドに寄せられたサービスに対して野村は対応力高いですね。そうですね、はい、そこはあれだけスパッと振られるとね持ち上げないから。リキさんおっしゃるようにちょっとラケット引けてるっていうのが、はい、ちゃんとできてるなと思います。あんだけちょっと崩されてというか寄せられてるのにしっかり振れてるんで。さあこちらが九州アスティーナ、加藤美優選手の姿も見えます。いやーこれでも3球目のスタートであそこフォア前からスタートしたっていうのがね、はいはい、あーこれはもう完全 DJ としては2本ともそこでしたから ね。野村は戦術的にちょっと非常に高いところを見せてます、うん、だから多分その外国籍選手に勝ててるというところあると思いますね、はい、読まれにくい。そうですね、うん、逆にその上行ってる戦術をね、うん、取ってるっていうのは大きいですね。一方リジャインの方は開幕戦では石川佳純を3対0ラリー戦で破ったんですが、その後は安藤平野敗れています。これで1ポイントを返していきます。石田監督と村上総監督、まあ、このタイムアウトでねちょっと流れを切られてるってところがあるので、はい、うん、ここだけですね注意は、うん、さあこれでまた2ポイント離しました、はい、第1マッチ第2マッチ、うん、日本生命が取りました。第3マッチは加藤がフルゲームで勝利、そして第4マッチここまで野村がリードしています。さあちょっとどうでしょう、タイムアウトの後リジャイのこう展開が変わってきてますか、はい、ま、そうですね、変えてることは変えてないと思うんですけど、はい、しっかりこう立て直してるって感じです、気持ちの部分を、はい、レッツ4、5。まあ、確かにねリードしながらこう逆転されて7対11、10対11ですからね、はい、うん、うん、さあここはファイブオールになります。まあ、ずっとねお話しする DJ 非常に綺麗な卓球なんで、はい、なかなかこう自分を崩してまでのプレーっていうのはねリスクが高いから、はい、やらないと思うんですよね、はい、だからそこに野村がこういうコースのチェンジとかで、はい、ボンミスをしてしまうと、そうですね、付け入れられる、うん、ところが出てきちゃうと思うんですよ、はい、間違いなく基礎技術の高さもありますから、はい、で今のにねもう浅かレシーブが浅かったら積極的に前で、うん、台の中で打っていくとかっていう形で、うん、間を取らせないことは野村は大事ですね。レディー6、5、6対5です。野村が1ポイントリード。おー、うん、さあこれでまた2ポイント差にしました、うん、サーブも結構種類がありますね、はい、だからやっぱりこんな通常は超甘いレシーブになっちゃってるじゃないですか、はい、入れに行ってるだけっていう感じなので、
だレシーブで1本目取れればもう野村はかなり勝利に近づいていくと思います、はい、前ですね、すごいストップね。これで8対5、3ポイント差。8対6です。キキさん、ビジャイ選手がこれ打破するとすると、これ打破とするには、うん、まず大きく深呼吸して気持ち立て直さないと気持ちですね。気持ちですか、まず、うん、浅いボールに対しても完全にビビっちゃってるわけじゃないですか、はい、さっきのストップだって、ね、あのリラックスしてる時だって打ててますからね、はい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 、今のも押されてますよね、はい、レシーブ、とにかくミスしないで入れる、うん、だから野村がそれでこうやって早く打ってミスとかしてくれると、そうですね、スコアゲームだから、ここでなんだかんだ言ってこうふっと逆転できて、もう一回サーブとか回ってた時にね、チャンスっていうのはそこにあると思いますけどね。そうですね、ただこの小さいボールがこういうの、おお、これで8対8、8オールになりました。だから今の深くこうやってでサービスグッといった時、こんなツッツキもツッツキで返しちゃったじゃないですか、はいはいはい、もうこれが野村がその前打ちミスしてるから、それをせざるを得ないと、なるほど、はい、で何ができるかです、はいはい、ここで大きく深呼吸ですよ。そのリジャインのサーブです。大きいサーブしかない、はい、もうここは取りました。ない、大きいサーブしかないっていうのを野村が読めてたとしたらすごいですね、はい、うん、ほらちょっと下がってますもんね、はい、これね、振ってるし、で DJ が小さくいったやつをフリックから入ったらもう野村完璧ですよ。あ、ストップ、これも良かった、うん、これも決めた、ね、ストレート良かったですね、マッチポイントになります。いや、フリックできなかったらストップレシーブって、はいはい、あれ、つっついてると、うん、もう一回ね、イーブンに戻される展開っていうのも十分あるから、ね、うん、ストップなかった、うん、で、ここでラボールで使ったフォア前のサービスから行くとかっていうのが野村ができるとですね、うん、有利じゃないかなと思うんですけどね。立ち位置もさあ、野村マッチポイント、お、巻き込みできますね。わ、でもフォア前行こうとしたんだ、うん、さあここは10対9です。あ、この場面で相手に1ポイントということになります。野村が緊張してどうするか言いたいですね。こういうのはでも中国選手逃さないですからね、うん、あ、しつこい、これを取りました、すごいわ。第4マッチは3対0で九州アスティーダ野村萌恵が勝利しました。さあ、いよいよビクトリーマッチに突入してまいります。頭早かったですね、うん、いや気持ちの立て直しも、ね、早いですよ、はい、がっくりしてしゃがんでどうしようっていう感じかと思いきや、もう立ち上がった時はニコッとしてますからね、行われます。なお、ビクトリーマッチは10対10のデュースになった場合は2点差がつくまで試合を行います。リキさん、3ゲーム目のスタートのサーブ、野村さんの、うん、で3ゲーム目のレシーブも1ゲーム目の巻き込みサーブフォア前フォアで取ってミスしてたんですけど、はい、もう早速バックで入って潰してるっていう、ね、ああいうところ頭早かったですね。早い、はい、いやー、しかしこうリジャインにとってもえ、うん、野村えっていう感じなんでしょうね。もういや、ですからね、このゲームの冒頭にお話したようにやっぱ村上監督の考えとしては、はい、まあ、安藤はかなり前後に厳しくてやられたけれども、はい、野村のは飛んでくるから、はい、それはもうリジャイのこう距離感にあっていけるだろうとこう思ってたのがこうね、ちょっと野村の頑張りと、はい、戦術が非常に良かったですね。そして今両チームのビクトリーマッチの選手が発表されまして、日本生命は、まあ、森さくらなんですが、九州アスティーダは野村萌恵を使ってきました。野村が勝ったらビクトリーになるという状態で勝って持ってきたんですから、はい、それはもう
面白い試合ですね、2人とも、はい、すごく頭を回ってて、はい、いいプレーをここで舞台で見せたじゃないですか、はい、本当にあの1ゲームマッチの、まあ、唯一の違いといえば、はい、もう体が頭を回ってる野村と、ちょっとね、2試合間が空いたっていう、はい、ご声援をお願いいたします。レッドエルフ、いや昨日の試合に続いてこの本当に福井の会場は熱戦になりました。今シーズンはまだ日本生命はビクトリーマッチは経験していません。そして九州アスティーダの方は1試合経験しているんですが、その時にはトップ名古屋に敗れています。さあ2回目のビクトリーマッチの九州、今シーズン初のビクトリーマッチの日本生命ということになります。両者の今表情は、野村選手まだこう笑顔絶えませんね、うん、はい、リキさん、これビクトリーはスタートダッシュ必須だと思うんですけど、はい、そうですね、これ入るにあたってどういう心構えというか、スタートダッシュ大事なんですけど、はい、1ゲームマッチとはいえですね、はいはい、この中にストーリーが必ずあるわけですよ、なのでガンガン行ってそのまま行けるのかどうかっていうのが、まあ、序盤の4ぐらい、4オールぐらいまでの8本ぐらいのところに出てくるので、はい、そこでだからどう中盤に向かっていくときに考えていくかっていうのが大事なんですね。だからその切れ目切れ目でやることを考えていかないと、はい、あれ、あれってなってると1ゲームっていうの終わっちゃうんですよ。そうですね。だからこれを3分間、前半、中盤、後半ぐらいで考えれると非常に、うん、あ、これはいいから継続、ここは変えるとかですね、はい、このあたりがビクトリーマッチの戦い方で非常に大事なところです、はい、主審は長谷川和也さん、さあここでビクトリーマッチのジャッジを行う審判をお知らせします。選手などに話聞きますと、意外になんかビクトリーマッチであっという間に終わってしまったと、うん、いう時間の話をする選手もいるんですが、ご視聴いただいている方にもそういう移り変わりというか流れを同時に見ていただけると楽しんでいただけるかと思いますね、はい、だゲームの展開でさっきの、ね、3球目 そのサーブレシーブ この切り替えの、はい、良くないことはすぐ変えるっていう野村の頭のスイッチっていうのは非常に評価できるところですよね。で逆に森はやっぱりそのトレーニングを積んでの体幹の強さというか、はい、ラケット当たったらとにかくミスしないじゃないですか、はいはい、で動きもいいし、はい、うん、ここはまだまだもう第一線でね、はい、頑張れるという感じがもう、ね、伝わりますよね、プレーから。21歳の野村萌、26歳の森さくら、チームキャプテンの森、今年 T リーグに復帰した野村という対戦になります。森は第2マッチで井出沢をフルゲームの末破りました。一方の野村は第4マッチでリジャイを 3-0 ストレートで破っての共にビクトリーマッチの出場です。野村もちろんビクトリーマッチ初めて、そして森選手も、ビクトリーマッチ今シーズン初めてということになります。去年はビクトリーマッチ森選手は2勝1敗一昨年は1勝1敗まあ、初年度こそ0勝2敗そして MVP を取った氏も1勝2敗だったんですが、まあ、年を重ねるごとに勝負強さをより発揮してきていますこの森さくらです。そして野村萌と対戦です。ビクトリーマッチ森 VS 野村、森トゥーサーすみません野村トゥーサーブラブオール。さあ野村のサーブ、先に11点を取った方がワンゲームマッチ勝利ということになります。まず野村倍の気合できましたねビクトリーに向かって、はい、倍の気合、うん、いや大事ですよ、うん、はい、さあこれで1対1です。2対1です、まあ、あの先ほどの渡辺さんの話の中に序盤中盤
そしてまあ終盤と、はいはい、それぞれのこの1ゲームの中に流れがあるということでしたが、まずは2対1森リード、ワンスリー、渡辺さんここまでどうですか。3対1、まずまあこれでね1回ずつサービスをやったということですから、はい、ここで少し考えてくると思うんですよね、はい、野村もサービス変えますよ、まあ、この辺りのレシーブミスがポンポンって続いてるっていうのは、サービスがいいからというよりもレシーブ側がちょっと緊張しちゃってると思う、ね、丁寧にやりすぎたりとかちょっとね、あの回転は見余ってる程度なので、はい、ただ2人とも、ね、弱気になって、ね、触れてるってところが、はい、うん、ね、おまけに野村は今ナックルサーブ行くわけですよ、大きく、はいはい、触れてないと思いきやそこへシンプルに、はい、なるほどね、森普段だったらあれドンっていくわけじゃないですか、なかなかね初のビクトリーマッチにしては、はい、やっぱり肝っ玉座ってるなってことですね。3対3です。でサービスエース取ったところでもう一回いきますよね、はい、2人ともなんか、うん、ちょっと自分に今言い聞かせるようなそんな表情です。ここも森、第3チェンジエンド、さあここでチェンジエンドです。もう1回これでねサービスが2回ずつということで、はい、大体序盤が終了ってことで、まあスコアゲームなんで、はい、まあお互いいろいろやりながらも森がまあリードしてこのチェンジエンドまで行ったっていうところは一つ森が有利に働きそうなんですけれども、はい、その前の2本目3本目を野村が取ってサービスエースを取ってるわけじゃないですか、はい、だからここは野村大事ですね、はい、1本目で森にとっても大事なんですよ、自分が有利本当に有利なのかどうか、うん、またサービス入った、ここはしっかりと森が取りました6対3で構図としたらもうだってこれで、はい、もうバックサイドの攻めになったら、はい、もう完全に森が有利というのが一つ見えちゃってるんで、はい、うん、だからこのタイムアウトはいいと思うんですよ、はい、うん、さあ九州アスティなど野村タイムアウトを取りました、チラしながら行くのかね、はい、どうかですね、ここね、次の野村、この野村に初めてのビクトリーマッチのチャンスが回ってきました。まさにこう表情を見てどうですか。はい、そうですね、まあ、緊張とかはあんまり見えないので、はい、全然、まあ、勝負ここからだと思うんですけど、はい、フォアハンドでスマッシュ強いボールっていうのが野村さんやっぱあると、はい、また相手変わってくると思うんですけど、はい、バック対バックが苦しい展開なので、はい、そこからちょっと変わった時にフォアハンドでちょっと見に行けるかっていう見たいところですね、はい、一方こちらは3ポイントリードしています日本生命のベンチです。だ野村の方がまだ今ね、はい、リジェーヌと1ゲーム逆転した時のようにこうスッとこうバックスイングが取れるようなタイミング取れてないってことなんですよね、はいはいはい、バック対バックにしてもそのフォアハンドがなかなか使えないというのも、うん、森の方が少しこう安定感のあるボールでしっかり野村のボール逆らわずにドライブをかけていってそこでね野村のミスで取れているので、はい、これをこのタイムアウトをきっかけにねちょっと気持ち入れ替えると面白いかなと、はい、さあ6対3です。この1ゲームで決まります。さあこれで7対34ポイント離しました日本生命。勝ちますと勝ち点3、敗れると勝ち点1ということになります。おお、最後はいいボールだ。今のミドルのボールを再度切るわけですからね、はい、もう森からしてみると、はい、絶対にこのボールを触らせないと、はい、そういう気持ちが伝わってくるボールでしたね。あーすごい、怒涛の森の攻め9対3、初の野村はビクトリーマッチ、この辺りは森の経験、まだね
もう勝つまではもう本当に緩めないぞという雰囲気が漂ってきますよね。さあいよいよ日本生命森さくらマッチポイントを迎えました。2対2から勝利への森さくら。決めた。やった。その声が聞こえてきました。日本生命苦しんで苦しんで最後勝利を挙げました。ベンチで DJ が怒ってましたよ。私の時あのミスしてないやん。もう多分関西弁でしたね。あ、そうですか。いやー、しかし最後さすがどうでしょう、小林さん、やはり森さくら、経験といいますか。そうですね、はい、本当にしっかりまずミスしないで入れに行くみたいなところの覚悟みたいなのが見えましたね、はい。やっぱ威圧感が違いますね、DJ と森さくら。はい、いや最後のこの表情も本当にいいですね。はい、いや最後の最後、ただ渡辺さん、こう指揮を取る監督としては第1第2マッチを取って第3第4マッチを取られての勝利ですから、この内心というのはね、ちょっと野村どういうふうにこうビクトリー戦ってくるのかなっていうのはどうでしょう。そうですね、まあいろいろね、はい、思いはありますけど、はい、まあ九州側からしたら大きな期待を持って送った野村が、はい、あれっていう感じで終わっちゃったのが、はい、まあこれね、井出さんの時も言いましたけど、ダブルスの時も異質型っていうのは、はい、ちょっと外れの時間がどうしても出ちゃうんですよね。なるほど。そのなんかね、ちょっと4番でやった野村のプレートはだいぶあれでしたけど、はい、まあそれをさせなかった森の威圧感だったりとか、はい、オーラというかね、そういうのもあったかもしれませんし、まあ、それとどうでしょう小林さん、初めてのやはりこうビクトリーマッチの野村、はい、経験豊かな森という部分も当然あったんですかね。そうですね、あとやっぱ前半からサーブすごく効いてましたし、はい、試合うまかったですね。さあそれでは勝利のヒロインタビューを聞いてみましょう。さあ皆様、コートにご注目ください。これより見事勝利を飾りました日本生命レッドエルフの勝利チームインタビューを行いたいと思います。さあ今日はまずの今日のヒロインご紹介、先週ば、背番号0森さくら選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい笑顔です。さあまずは今シーズンホームでの初勝利おめでとうございます。今日の勝利、今の気持ちを教えてください。はい、昨日みんな惜しい試合をして負けてしまって、今日も2対0だったので4対0行きたいなって思ってたところで、最後回ってきてしまって、本当にこう試合前泣きそうになったんですけど、しっかり勝ててよかったです。森選手はね、第2マッチ井出沢選手に3対2で勝利しました。そして、まあ、ゲームカウントが2対2に追いつかれてのビクトリーマッチでの勝利、ご自身今日のプレーを振り返ってみていかがだったですか。そうですね、昨日も今日もすごいいいプレーができたので、もう本当に福井県が好きになりました。ありがとうございます。さあこれでチームは3勝2敗となりました。まあ、まだまだリーグ戦続きますけれども、キャプテンとして5連覇に向けて意気込みをお願いしてよろしいでしょうか。そうですね、今日の時点では4位だったので、しっかり1位でグループ通過して5連覇できるようにみんなで力を合わせて頑張りたいです。では最後に、ここ福井でのホーム開催となりましたが、会場に集まっていただいたファンの皆様、そして配信をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今日たくさんの人が足を運んでくださって、本当に私たちもいいプレーができたと思います。これからも日本生命レッドエルフの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。さあということで、今日のヒロイン背番号0森さくら選手でした。ありがとうございました。さあ続いて監督にもお話を伺いたいと思います。日本生命レッドエルフ監督、村上靖和監督です。
まずは今日の勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの福井でのホーム開催となりました、まあ、昨日ちょっと敗れてしまったんですけれども、今日の試合はどんな思いで臨んだんでしょうか。昨日700人、今日も600人の応援の方駆けつけていただきました。本当に福井の方ありがとうございます。昨日は、まあ、残念ながら敗れましたが、今5試合戦って今日負けると、まあ、レギュラーシーズン20試合戦うわけですが、優勝がなくなるという瀬戸際の試合でなんとか3対2で、優勝望みを持たせられた試合だと思ってます。あの監督、今日の試合振り返っていただきたいんですけれども、今日の勝利ポイントとなったのはどこでしょう。はい、やはり、T リーグの団体戦ダブルスが勝ったチームが7割勝つ、これはもうデータでありますから、今日はまずダブルスが勝ったと、そして森桜が2点取ったと、まあ、見ての通りの大接戦で勝てることができました。さあ、今日の勝利でチームは3勝2敗、まだまだ、ね、リーグ戦続きますけれども、今後に向けて意気込みをお願いいたします。はい、残り15試合をですね、今までの過去4年のデータからすると15勝5敗で終わらないとレギュラーシーズン優勝しない、あと3敗の余裕があると思って戦います。最後まで頑張ってください。はい、さあということで、日本生命レッドエルフ監督、村上靖和監督でした。改めて本日ホームゲームを勝利で飾りました日本生命レッドエルフに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。今日のヒロインタビューは2勝を挙げました森さくら選手、そして村上靖和総監督にも話を伺いました。さあ渡辺さん、はい、まあ、今日の勝利のポイント、監督はダブルスと森桜の2勝を挙げていました。渡辺さんいかがでしょうか。まあ、その通りですよね、はい、それで3点ですからね、はい、まあ、でも大きいのはやっぱりダブルスですよね、はい、うん、まあ、本当に大接戦で、はい、まさかあの今日負けたらレギュラーシーズンの優勝がなくなるっていうところまで、はいはい、計算されてるとは、それはもう参りましたね。さすが4連覇中の日本生命レッドエルフだなと、はい、いうかの指揮官だなという感じがしますね。来年 の2月26日まであのシーズン続くんですが、もう村上監督の中にはその来年の2月26日までのしっかりスケジュールがあるわけですね。これあですか、それが、はい、自分のチームじゃないんですよ、はい、他のチームの勝敗もすでに予想されてるという。なるほど、この戦いがどうなるとか、どこの、はい、どこで選手は集まってて、はい、充実したメンバーでここ戦ってくるとか、はい、全データを元にして、まあ5敗まで、4敗、5敗までは、はい、うん、あるだろうと。なるほど、うん、いやー、さすがにこうそのあたりは監督賞も取られたという村上総監督です。さあ、それでは今日は日本生命がビクトリーマッチ3対2で九州アスティーダを破りました。ハイライトご覧ください。第1マッチは笹尾麻生のペアが井手沢塩見のペアを2対0で破りました。改めて渡辺さん、この第一マッチの勝利のポイント、どこにあるでしょうか。もう第一マッチの勝利のポイントはプレーとしてはですね、はい、もう日本生命のこの2人がやっぱり攻撃の手を緩めなかったですよね、はい、ですが麻生も苦しいところしっかり距離を取って両ハンドいった、笹尾はもうしっかり動いてってもうラリーをものにした、はい、でこれが顕著に現れたのが第2ゲームの6-7、はい、ここからですね、はい、これリードされたところからもう長いラリー、ここを日本生命ペアが取り切ったのが、はい、まあ、勝利に結びついたなと思いますね、はい、さあそして第2マッチは森さくらと井出沢、ここは森が3対2で、フルゲーム勝利をしたんですが、小林さん、この勝利のポイント、小林さんはどこに、はい、そうですね、やっぱり井出沢さんもすごくいろいろ工夫して戦術変えてたんですけど、はい、森さんが最後はやっぱしっかり動き切って攻め切ったというところが素晴らしかったですね。はい、井出沢の方もね、最後こういわゆるこうスーパープレーというコメントもありましたけれども、そういうところも出たんですけれども、はいはい、それ以上に森さんが本当に素晴らしかったです、はい、やはりどうでしょ う、 こう 井出沢選手のようなタイプに対して森選手がなかなかこうその相手のパターンにさせないというか、はいはいはい、そうですね、はい、本当自分の懐にちゃんと入れて打つっていうのが素晴らしかったですね。
さあそして2勝0敗となったところでの第3マッチは笹尾と加藤、ここは加藤が3対2で勝利しました。渡辺さん、ここの加藤と笹尾のポイントというのはどうでしょう。そうですね、まあ、両者ね、はい、いろいろこう持ち味を出して、はい、戦ってこうフルゲームということになったんですけれども、はい、まあ、やっぱり最終的には加藤の経験値が全体的に上回ったなと、はい、でそれはやっぱり最後やっぱりこの合わせにいってきてるわけですね、はい、加藤が、はい、でそこで本当は笹尾が距離を取って攻撃ができればよかったんですけれども、はい、この距離感、ボールとの距離感を詰めてきて合わせに来た時は、はい、加藤もうノーミスですからね、はい、ほとんど、うん、だからそこで同じように対応してしまった笹尾がちょっと自分の展開作れなかったなと、はい、ただ第4ゲームまではそれをできたりできなかったりで取ったり取られたりしてるわけですよ、はい、でこの T リーグのこの最終ゲーム6オールからの試合っていうのは、はい、そこで戦術転換した時に気づかないと、はい、ゴールを迎えられないというところがありますので、はい、ここら辺はね一つ課題だなと思いますけど、両者いい試合でしたね。そして第4マッチは小林さん、はい、リジャイと野村は3対0も野村がこう勢いを本当にこうずっとこの第4マッチ持ってましたね。そうですね、何よりもやっぱりこう戦術的に次はこうする、はい、次はこうなるが、はい、早い段階で見えながらプレーできてたのがその勢いに見えたと思うんですよね、はい、まあ、そこが素晴らしいなというふうに思いました。はい、なかなかこうどうでしょう、第1ゲーム第2ゲームは競った数字だったんですけれども、はい、結局 3-0 で、そうですね、はい、さあそして渡辺さん、ビクトリーマッチその勢いをそのままに野村と思ったんですが、やっぱりここは森がロレンでした。そうですね、やっぱりもうちょっとね、はい、その第1ゲーあその前のね第4マッチの時の試合のような野村の勢いというのは森が出させなかったですよね、はい、いや僕最後圧巻だったのはこれ最後8連続得点ですからね、はい、3オールから、はい、でじゃあかといって森が全部素晴らしいプレーしたかっていうとそんなことはないんですよね、はいはいはい、かなりね我慢で、はい、野村のミスを誘いながら8連続得点に結びつけたと、はい、それはやったって言いたくなりますね。はい、はいはい、いや日本生命としては昨日京都福井での開幕シリーズだったんですけれども、まあ、昨日は敗れましたけれども今日は見事3対2もう最後の最後で、森選手が力を発揮しました。いやしかし渡辺さん、本当になんかこの福井シリーズ昨日今日ですけれども熱戦が展開で、ね、面白い試合でした。そうですね、お客さんもたくさん駆けつけてくれてですね、はい、非常におかげさまで盛り上がった試合となりましたね、はい、そして今の時点ですが日本生命が勝ち点11で、3位、ただ明日日本ペイントマレッツが木下アビエルと尼崎で試合が行われますのでまた明日以降はどうなるかということになりますが、まあ、本当小林さん、さっきのインタビューでその先の先まで村上監督って考えてるんです ね、本当に。ただ今日は勝ったということになります。さあ日程をご覧いただきましょう。日本生命の方は11月の6日にアウェーで九州アスティーダとまた戦うんですが、ホームは今度は11月の26日土曜日27日に東京の日本工学院の片柳アリーナで試合が行われます。そして九州アスティーダなんですけれども、いよいよあさっては木下とそして日本生命と、佐賀でホーム佐賀プラザ総合体育館で行われます。まあ、その後もですねホームは新潟へ柴田に行きます。そして、アクション福岡でのゲームも待っているという日程になります。さあ放送時間も本当になくなってきました。最後に渡辺さん小林さん一言ずつお願いいたします。いやもう本当ですよ、こういう、熱戦続きで選手もね移動もあっていろいろ大変ですけれども、はい、こうカードを見てみるとまだまだ連続でね今月も目が離せない試合が多いですからね、はい、ぜひ注目していただきたいと思います。そうですね、明日以降もまた野島 T リーグの熱戦は続いてまいります。さあそして2日間小林さんもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでした、やっぱりこれと T リーグという魅力の詰まった2試合だったと思いますので、はい、また引き続き皆さんも見に来ていただけたらと思います。そして、まあ、小林さん豊橋が愛知県地元ということで、はい、いやなかなかトップいいじゃないですか。そうですね、頑張ってほしいです。はい、ということで今日はですね、昨日に引き続きまして
小林哲平さん、そして渡辺陸さんのダブル解説でお送りしました。お二方本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。熱戦を展開してまいりました福井シリーズ、今日は福井運動公園体育館から日本生命レッドエルフ対九州アスティーダの一戦をお伝えしてまいりました。第1マッチ、第2マッチは日生、第3マッチ、第4マッチは九州アスティーダが取りましたが、最後ビクトリーマッチ、日本生命勝利し勝ち点3を挙げました。それではこの辺で福井運動公園体育館からお別れいたします。